皆様、こんにちは。今回ですね、初めてこの KF スコラということをですね、始めることになってしまいましてね、もう、今まではアルスシニカっていう方でね、中華文化の方をやってまいったんですけども、そちらの方、結構、手が込んでいると言いますか、撮ったビデオをですね、それを編集してくれたりとか、いろんなことをしてくれていてですね、すごい一つの作品として、動画の作品としてですね、それを YouTube で皆さんとシェアしようってことだったんですけども、思ったんですよね。で、そこで何かをですね、たくさんのビデオを作ろうとすると、結構手がかかって時間かかっちゃうということでね、もうこれ困りましたと。もうこの感じでいくとですね、私もういっぱい喋りたいことがあってね、もうね、それがもう、たくさんありすぎましてね、このまま計算しましたらね、150年かね、200年か300年ぐらいになっちゃうと、このペースでいきますとね。ですからね、もうしょうがないと。今回でですね、この KF スコラーという、一つの姉妹チャンネルをですね、用意してですね。で、そこで、また、もう、日々のですね、いろいろと探求をしている中で感じたこととかをですね、もうもっとラフな感じでですね、もう編集なしでということでですね、皆さん共有できればいいということで、始めることになりました。で、編集がないわけですから、結局、逆にですね、普段のもっと、いつももかなり、いつもの感じでやってるんですけれども、もっとですね、もう、和やかというか、さらに、日常的な考え方をですね、そのままもうお届けしちゃうということでですね、楽しんでいただけると思います。それでですね、最初にじゃあもう何をやるのかと、もういっぱいあるんです、やりたいことが。でもですね、よくちょっと私頭の中で考えたらですね、まず一つ、KF スコラと名前つけたと。そのスコラというのはどういう意味だと、なのかと。それと、KF は少しずつちょこちょこっとですね、アルシニカの方ですね、見ていただければ、そっちで、KF とは KF だと、KF だと。いうことで話はしているんですけれども、物事をですね、タイムラインで見ていくとかですね、歴史的な流れで見ていくという意味だということは、皆様、うすうす気づいていただけていると思うんですけれども、スコラの方をね、ちょっとね、お話しようと思ったらですね、どん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 ですね、膨れ上がっていってですね、もう困ったなと思って、もう喋りたすぎて困ったということですね、ちょっとね、頭の中でよく考えてまとめてみますとね、最初に探求っていうことですね。結局ね、物事をですね、我々が何かを探求しようとした。もう何でもいいんです。もうどの分野でも構わない。物理学だっていいし、科学の中だとですね、物理学だっていいし、言語学だっていいし、もうどの文化だって構わないんですよ。どの地域のもの、どの、例えば歴史、時代のもの、それでも構わないんですけども、何かしらのものをですね、理解をしたいと言った時にですね、それはどういう方法でですね、挑んでいくのかと。何か問題が起きてきたらですね、問題を見つけたらですね、それに対してですね、答えを見つけていかなければならないわけですけれども、その時にどういうふうにやっていくのかと。それをですね、一番最初にね、おしゃべりするっていうのがね、これが一番大切なことなんじゃないかなと思いましてね。それで、私自身がですね、じゃあどういうふうに考えてやってきたのかということも含めてですね、お話してみたいと思います。そのところで、私はですね、そもそもですね、いろんな、例えば歴史とかに興味持ったっていうのはですね、もともとですね、こういう物事を探求しようとしたときにはですね、先人たちがいるわけですけどね、昔の人たち。で、昔の人たちがいろんなことを探求してきたということ。で、それをですね、まずは、理解をしていくということですね。で、歴史に行くんですけれども、そこで普通ですね、歴史を例えば学ぶとかいうときとか、例えば何かの分野を学ぶっていったときにはですね、知識を得るというですね、
意味が、まあ普通の意味で使う学ぶっていうことだと思うんですね。一般社会で一般的に使われてる学ぶっていう言葉はですね。でも私はですね、ちょっと考えたんですよね。ちょっと何度も今までも言ってまいりましたけどもね、そもそもですね、この系譜シリーズというのはですね、これはね、知識を皆さんとね、に共有するという、何か学んだことをですね、知識を共有するということ、それよりもですね、私はね、もっと大事なことがあると思ってやってるんですよね。それはどういうことかというと、結局どうやって知識を得られるかということなんです。一言で言ってしまうと、つまりどう探求するのかということをね、別の先ほど言った言葉に置き換えるとですね、どういうふうにしたらですね、知識を得られるのか、言ってみれば、これよくよく言われていることが、普通の学びの時は知識を得るだけども、もっとですね、それを超えた、まあ、ギリシャ語でメタって言いますけどね、メタ知識とかね言いますけどね、メタノーレッジって英語で言いますけど、これはね、結局A は A ですとかね、 B は B ですとかね、こういう何とかは何とかだというのは、ね、そういう知識ではなくて、そもそもどういうふうにしたらいいのかっていうのはですね、まあ知恵みたいなものですね。知識と知恵ってちょっと、ね、違いますよね。意味合いがですね、知識っていうのは個々のその一個一個に対しての知ってることとか、事実を認定してですね、それを頭の中に貯蓄しておくと、記憶しておくということ、これが知識ですよね。でもね、そうじゃないと、もともと探求しようと思ったらですね、これはね、もうね、方法論じゃないかと、つまりメソドロジーと、どうやったらできるのかということ、それなんです。ということでですね、ものを探求していこうとした時には、まず一つ考えられることは、まずね、好奇心がなければね、いけないんですよ。探求心がなければね、始まらないんですよ。というのは、もう我々が日常であるいろんなことありますけれども、まあこういうのは当たり前だろうということでね、もう決めつけちゃったらね、もうね、それはただ暗記事項というかね、知識をこれはこうなってるということだけを知識として得てですね、終わってしまうわけなんですけども、そもそもそれがなぜそう足り得てるのかみたいなんですね、なんでそうなってるのかということですね、どうしてと、 why と、あと what ですよね、それをですねに対してですね、もっと知りたいということなんですね。そういうね、気持ちがないとね、なかなか探求にはいかないということに気づいたわけです。それで結局私自身がね、かなりね、やっぱりこういうね感じになってるのはですね、思ったんですよね。私自身はね、何を見てもね、結局なんでこうなってんだと、なんでこれはこうでなくてはならないのかと、なんでこうじゃいけないんだとか、あとはなんでこれはこう言うんだとか、それを分析すれば、結局語源とかですね、言葉の歴史に行くわけですしね、結局我々が今いろんな社会でいろんなことが起きているんですけれども、その起きていることっていうのは全てね、過去にですね、何かしらが、誰かしらが、どこかしらが、いつか何かしら決めた人がいたり、そこで取り決めがあったから、それが慣習として残ってて、我々が今使う言葉であるし、制度、社会制度も何でもそうなんですけれどもね、あるということで、結局はそれで歴史に行くわけなんですよ。ということで、遡っていかなければいけないということになってくるんですね。だから、まあ、それを頭の中でうまく整理するとすると、今我々が使ってるこの言葉は、じゃあもともと何だったんだっていうのをずっと遡っていくと、それは系譜っていうことになって、でまた別の言葉にどんどん分かれたものがあれば、それが言っていれば家族の関係と一緒でですね、なんて言いますかね、網目のような構造と言いますかね、になるわけなんですよね。一つの知識と知識がですね、言ってみれば、濃度と濃度って言いますね。一つの端点、点と点がですね、つながってですね、線になってですね、で、網目みたいになって、どんどん巡り、張り巡らされていくというような、そういう、構造ですよね、なるんですけども。結局、その探求っていうのは何かというとですね、まあ、言ってしまえば、それをどんどん辿っていくってことなんですよね。そういうことにも考えないんじゃないかということでですね、まあちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、皆様ここにいろんな言葉がいっぱい書いてあるんですけども、まあ私の中でも話をしていくときにですね、
系統立てで話すためにはですね、まあ、1行目からずっと一個一個お話ししていけばですね、皆様にですね、綺麗に、すっきりと伝わるんじゃないかと思って用意してまいりましたということで、少しずつ見てまいりたいと思うんですよね。で、最初に、ここの1行目に KF の、F のマークがありますけど、これ K と F がですね、リガチュアって言いますけど、合字というんですけどね、言ってるよりは2つの文字をね、1つに押し込めたということで、K と F であるんですけど、まあこれは、少し後でお話しするとしてですね、まあスコラっていうのは何だと、そこから始まっちゃうわけなんですよね。そこからちょっと話していきたいと思うんですけども、なんでね、こういう名前をつけたかと言いますとね、まあ、いろいろ考えたんですね、いろんなアイディアをですね。だけどやっぱりこのスコラが一番ね、ぴったりきてると、あ、しっくりきたなっていうのはですね、これは古典ギリシャ語でですね、スコレーっていうんですね。スコレーって何だというとですね、これ暇だと、暇な時間なんですよね。結局学問の探求とか哲学とかね、こういったものっていうのは最初にやり始めた人たちっていうのはですね、まあ、後でちょっとお話していこうと思うんですけどもね、さらりと。暇だったんだと、時間がですね。その時にね、広場に集まってきて、人がみんな集まってきてね、議論し始めたと、もうおしゃべりし始めた。って言った時にですね、まあ普通だったら、結局、なんていうんですかね、世間話したり、人の噂話したりするけれども、たまたまですね、その最初にギリシャ人が始めた時はですね、じゃあなんで万物の根源はですね、どうなってんのかとかですね、そういうなんかね、話が始まったと。で、これはね、普通のお話とその、お話の大きな違いというのはすごいことはですね、我々がこうやって今生きてるけど、なんで生きてるんだとかね、それなんでっていうね、そういうね、疑問ですよね。それはね、ぶつけられ始めたんだということ、そこからね、始まってきてるということでですね、それとあとは、今ね、スコラって言葉は、このスクールのね、英語のね、学校ですよね。そういう語源にもなってるから、なんかそういう、なんか、ちょっと難しいんじゃないかとか、そういう、なんて言いますかね、イメージをですね、持ってしまうかもしれないけれども、いや、これはね、私が使った理由はですね、暇な時間にね、もうね、肩の力を抜いてですね、もうね、楽しくですよね、物事をですね、で、興味を持ったことをね、やってみようと。そういうことをですね、そういう気持ちをね、込めてですね、最初のギリシャ人たちがですね、広場でやり始めたことと同じようなことをですね、やりますということですね、この、名前をつけましたと。で、ちなみにですね、このスコレーという言葉はですね、インドヨーロッパ語族ね、ギリシャ語はそうですけども、スコーラっていう、これ結構そんな音違わなくはないんですけどもね、引用祖語って言って、もっと古い時代にはね、これは、これはギリシャ祖語、ギリシャ語のさらにアルカイックな姿で、もっといくとすっごいうわーっていう風になって、この3つの要素が成り立っているんですけど、結局これはね、持っているとかね、意味で、そこから余分な時間とかそういう意味になったんでしょうね、っていうことで、言葉もね、ずっと遡るとこういう風に引用祖語までいくということでですね、まあ、これは、よもやま話だったんですけども、書いておきましたと。それで、そういうふうにするときでもですね、結局ですね、大事にしてることがあるわけね。もう、無秩序になんだかんだ、あんだこんだ喋ったらしょうがないということですね。じゃあ何をしたいのかと言いますとね、この、実事求是ということですね。事実に基づいてですね、真実をですね、知っていきたいと。結局、探求というのはね、そういうことなんですよ。もう9ぜ。これはね、9ぜっていうのは結局ぜっていうのはね、これなんでこうなってんのかってことなんですよね。を求めるってことなんですよね。これで事実に即してなんですよね。だから結局、いろんな、なんて言いますかね、これを知りたいって思った時にはですね、その材料をまず集めてくるんですけどもね。その材料は、正しいものでなければ、変な結論出てしまいますからね。正しくないものが混じってたらですね。まずは、信頼できるですね、材料をもとに考えるということなんですね。これはね、感情に書いてあるんですけど、もう2000年も前に中国のですね、この、劉徳というですね、劉は、漢の時代の、貴族で、皇帝の、
に血筋がつながる人っていう意味なんですけどもね、このそのこの王様がですね、非常にですね、あの古いことが すごく好きで、学問が好きでですね、このことをね大事にしてたというふうに歴史にも書いてあってですね、昔からそういう人がいたんだなと思ってですね、なかなか仲間を見つけたという感じで嬉しいということでここに書いたんですけどね、これで結局そういったモットーを大事にしてですね、清朝と今から400年ぐらい前ぐらいからですね、中国でもですね、こういった高僧儀とか講演部とかいったですね、学者がですね、いろんな中国の古い文化をですね、もっと知りたいということでですね、始めたということなんですけども、私はね、こういったことを見たときにね、もう個々のね、誰々さんがどういうものを探求したのかということ、まあ高僧儀っていう人はまあ結構社会制度とかそういうものに興味あったし、講演部なんかはこの方はあれなんですね、音韻学って言って古い中国の音はどうなってるのかっていうのに興味持ったし、でそこから出てきた仙台琴とか後世とか大震とか弾玉祭っていうのは文字学で説文開示にですね、辞書なんですけどね、古いそれを注釈する形でいろんな文字学をに興味を持って、なんでこの漢字はこういう形してるのかとかですね、そういうことに興味を持って、どういう意味があるのかとかですね、あとは彼も音がどうなのかとかですね、文字自体に興味を持った人とか、まあそういうことだったんですけど、彼らがにを見た時にですね、一つ一つのね、今お話したいのはそういった業績を喋りたいわけじゃないんですよ。というのはですね、先ほども話したみたいに、結局どうやって彼らが探求したのかと、それをね今回抽出してきましたということですね。まあ、基本的に彼らはね、外国博文と言いますかね、博識だったということでね、英語ではポリマスって言いますけど、ポリっていうのはね、ギリシャ語でもうたくさんっていう意味ですね。マスはね、これはもういっぱい知識とかそういった知見とかはね、もういっぱいあるんだという人たち。で結局彼らはものすごい物知りだったと、簡単な言い方すればですね。でも、基本的にみんなね、やっぱりすごいなっていうのは物知りだからすごいなっていうんですけどもね、実は物知りってあるっていうのはね、それはね意外とね、これはずっと学問的なものをやっていけばですね、いっぱい知識っていうのを得られるんだけども、私がすごいと思ったのはね、彼らがね取った方法論なんですよね。でちょっとそこをね、私がいろいろ彼らの書いた本なんかを見たりね、その学問スタイルっていうのをねちょっとね抽出してきましたらね、こういうことだったわけですよね。まず一つ目で、ね、彼らはだからものすごい物知りだったということでね、資料探求をまず始めるんですよね。データって書いてありますよね、これ。ラテン語でデータはこれ、ダートゥムから来てての複数形で、ダートゥムっていうのはね、与えられたものって意味なんですよね。あ、つまりだから物を考えには何かしらのデータがなければ、与えられた前提がなければ考えられないわけですから。まずですね、信頼に至る資料をものすごい集めてきたんです、彼らは。もう、集められる限りですね、集めたと。で、たくさんのですね、知見がいっぱい集まってくるとですね、今度はですね、それをですね、アナリシスって書いてありますけどね、これは比較して分析したと。物事をやっぱり理解しようとしてた時にはですね、たくさんの知識があった時には、ある例えば歴史書には、こっちにはこう書いてある。別の歴史書には同じことだけど、別のことが書いてある。というと、ぶつかることがあったり、同じであったりとかですね。同じなのか違うのかとかですね。で、そうすると今度はぶつかった場合は、なぜそうなってるのかとかですね。言ってみれば、たくさんの材料があればあるほどですね、突っ込みどころがいっぱいあるということでですね、そういった分析がね、していくんだということ。これで、たくさん分析をしていけばですね、いろんな、資料をですね、と資料の関係性というのが見えてきてですね、今度はここに書いたのは仮説を提示するって書いてあるんですね。例えばある歴史的な事件があったとして、それに対してのこういう資料もある、ああいう資料もある、こういうのもある、こういうのもあるって言って全部まずはね見て、もうまずはね一番大事なことはですね、普段なんか物を見るときにみんな人間っていうのはね、こうやってほしいとか、こうじゃなきゃいけないとかね、こういう、そういうなんて言いますかね、プレオキュペーションって言いますけどね、プレオキュペーションって、これはね、日本語で言うとね、まあ、英語のその今の言葉を言えば、プレっていうのは、その、もともとって、前にって意味です。オキュペーションは、囚われたものだから言っていれば、なんて言うんですかね、先入観ですね。先入観があると。で、物を見るときにね、先入観があるとね、もう自分のね、先入観に即してものをね、見てしまうからね、良くないということですね。とにかくね、データをね、もう、
なんて言いますかね、集めるだけ集めて、フラットに見るということなんですよね。もうそこにですね、何かしらのね、自分が壊ってほしいっていうのをね、抜きにしてですね、そのデータに書いてあるそのものをありのままにまず見るっていうことなんですよね。で、それをたくさんやってきますとね、そうすると、あ、これがやっぱり真実なんじゃないかなっていうことがね、いろいろとおぼろげながらにも見えてくるということで、それで、それがですね、仮説ということに自動的になってくるわけなんですよね。これ、ハイポテシスって英語で書いて、ハイポっていうのは、仮にとかそういう意味だね。だから結局仮説っていう意味で、テシスは置かれたっていう意味だから。だからやっぱり、ちょっとじゃあそれを考えておきましょうということですね。でもそれはね、やっぱりね、たくさんのデータをね、見た中で、何かしらの仮説、こうなんじゃないのっていうようなですね、アイディアですね、が出てくるわけですけど、それがね、やっぱりね、じゃあそうだと言い切れないわけなんですよ。なんでかって言ったら、自分の中ではある程度確信に変わってきてもですね、結局、人に説明しなきゃいけないということなんですよね。そう言って見てみますとね、結局ね、じゃあなんで私はこういう仮説をね、立てたのかっていうことをね、こういったこれまで集めてきた資料とか、その分析した結果でどう分析したのかってことを全てですね、見せてですね、人に見せなきゃいけないと。それがね、論証なんですよね。で、論証っていうとなんか日本語だと難しいように聞こえるけどね、このね、わざとね、これラテン語を書いておいたんですよ。まあ、英語もほとんど変わんないんですけどね、このデモンストラーティオっていうね、これ結局ね、英語で言うとね、デモンストレーションなんですよ。結局、言っていれば、この商品がね、すごいね、この包丁よく切れますというのでね、デモンストレーションしてね、売るじゃないですかね、この、テレビショッピングでも。でもね、それはね、結局見せるわけなんですよね。それと同じで、結局、皆さんが、あ、これ包丁ね、切れる、あ、いいな、欲しいなと思わなきゃね、お金出して買わないということと一緒でね、このアイディア、せっかくこのアイディア、いっぱいのデータを分析してですね、資料をね、集めてデータ分析してやって出たアイディアをですね、それがですね、こう、あ、やっぱりこうだよねって皆さんに思ってもらわなきゃね、認められないということですね、人にね。だから人に見せるためにはね、見せるってことでね、デモンストレーション。やっぱり論証しなきゃいけない。もともとなんか日本語で言うと論証ってね、論でね、証明するとかね、難しい言葉を使ってるけど、本当の言葉では、後でも出てきますけど、ギリシャ語でも、ラテン語でも、論理学とかの最初の時点ではですね、こんなね、本当に日常会話で使うような単語で、それがその分野でどんどん、専門用語になってしまいましたけどね。もともとね、全部ね、言葉自体はもう本当にね、馴染みやすいというか、わかりやすい言葉で説明してくれてるということで、やってまいりましたと。これで、そういった時にですね、私はね、こう思ったんですよ。結局ね、近代のその先ほど言った交渉学科ですね。もしくは公共学科とも言いますけどもね。なんか根拠に従って調べたいと。彼らがね、今から400年ぐらい前からね、始めたのはね、私いろいろね、興味持って見てみると、実はですね、これみんな中国学として見るとですね、中国の中だけでみんな考えるから、結局、中国の中でできているムーブメントなんじゃないかと言うんですけど、実はですね、この明の時代の終わりぐらいからですね、まあ、ちょうど日本でもそうですけどね、西の側からたくさん宣教師が来ましたよね、日本にも。16世紀、1500年代の中盤ぐらいに。で、中国にもいっぱい来てましてね。だからやっぱりね、これもね、ヨーロッパからのね、そういった影響ですよね。学問的な学風というか影響で、こういうものが始まったんじゃないかと。だから言ってみれば、これは中国の中で始まった、彼らは全員中国人の、生粋の中国人ですね、今で言うと。秦の人ですから、秦朝人。この最初ぐらいのところは明ぐらいの最後に生まれてるんですけども。それで、ここでね、好きだったのは、この古円符なんかはね、結局、秦になるときに、明から秦になるときに、彼は、明は漢民族の王朝で、秦は、満州族の王朝でしたからね。もうそれね、やだ、やだっていうことでね、この高層儀とね、古円符はね、レジスタンス運動したということでね、結構ね、なかなか気骨がある人でね、なかなか面白いんですけどね、この古円符っていうのもね、私結構好きだから、ちょっと、話逸れてしまうけど、まあ、スコーラだから、ちょっと逸れてもいいかなっていうことでお話ししましたけども、まあ、彼はね、なかなか
そういった気骨のあるタイプで。だからやっぱりね、逆にね、こういったものすごい厳密にですね、物事をですね、分析していくっていうような、一つのその学派を立てられたんだけれども、それはもう一つ、彼らのその知性とか能力だけではなくてですね、やっぱり西側からのヨーロッパからのその影響もあって、学風が伝わってきたっていう可能性はね、大きいんじゃないかと。例えばですね、明の時代にですね、宮廷に出入りしたマテオリッチっていう人がね、イタリア人ですけどね、いましてね。で、リマ島って言うんですけどね、中国語では。マテオリッチなんかはね、彼はユークリッドのね、幾何学の言論ですよね、有名な幾何学の有名な本。あれもね、中国語に訳してたりね、かなりですね、この明の終わりぐらいからですね、ヨーロッパの学問がかなり、中国にも入ってきたりして、そういった影響から、こういった学問の、スタイル自体もですね、伝わったんじゃないかと。基本的に面白いことはね、私はこれからずっと話していこうと思うんですけども、そこでも出てくることなんですけどもね、その文化とか分野とか、その時代とか、地域とかにおいてですね、特有のその言葉の使い方もあれば、特有の文化もあれば、習慣もあればですね、そういったことあるんですけども、基本的に人間のね、発想とか考え方っていうことはですね、これが一つはね、もうすごくね、やっぱり、なんて言いますかね、これ自体は、どの文化においても、分野においてもですね、通底しているということですね。こういった思考スタイルってそのものはですね、もう容易にですね、国境や、宗教も関係ない、人種も関係ないでね、伝わるということなんですよね。それは人間のやっぱり認知システムが備わってるからじゃないかということを私は思ってるんですけども、これからちょっと話していきたいと思ってるんですけどね、少し期待をさせてしまいましたけれども。ということでですね、私は今度はそういったことを見ていったときにはですね、さらに遡ったですね、このスコラとちょうど出てきてますけどね、このスコラティスクスと。これはね、結局ね、西洋の中世の時代にですね、修道院とか、まあその当時はもうやっぱりカトリック教会が非常に強かったから、西方社会はですね、もうみんな、その教会の中の修道院なんかで行われた学問になったんですけども、それたまたまそうだったということでですね、で、普通の研究をしていこうという時にはですね、みんなですね、なんて言いますかね、こういった一つ一つの業績がどうだったのかなんとかって細かいところに入ってっちゃうんですけどね、私はね、そういった歴史を見るときもね、面白いことはね、本のね、論理構成とかね、論理構造って言いますかね、その人がですね、どういうところに興味を持って、まず始まってきて、で、そこからどん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 、論を進めるんですよね。その本の書き方とかね、本がどういうふうに受け継がれたのかとかね、そういったね、仕組み自体そのものに私はね、構造ですよね。そういった学問の構造自体に興味がいきましてね。もう細かいことをね、どん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 追求していったらね、やっぱり時間がね、もう一生も限られているし、もう知りたいことはいっぱいあるけれども、もう時間が足りないということですね。私自身だからこういったものに興味持っているのも、結局は最後は自分自身とか、今皆様にこういったビデオを作ってですね、KF スコラーを始めようとしたのはですね、これは皆様にもこれを共有してですね、こうすればすごく物事を探求するときには、便利なんじゃないかなということでですね、自分自身や皆さんがですね、すごい何かを考えていくとき、探求していくときに、すごい役に立つことを知りたいということで私始めたんですよね。それで見ていったときには、ここに書いてありますけどね、地学方法、これ学問を収める方法ってことですよね。つまり。で、言ってみればこのスコラ哲学ってよく言うんですけどね、中世の、スコラ哲学。まあこれは先ほどのスコレーから来てて、これとね、この言葉と語根が一緒ですけれども、なんて言いますかね、キリスト教の中世の神学っていう分野がありましてね、テオロジーって言いますけれども、テオロギアと、ギリシャ語では。そういった分野のことばっかりみんなね、すぐにね、中世って言うとね、みんなね、神学というふうに、あと哲学も神学というふうにね、すぐ結びついてしまうんですけども、私はちょっとね、そこはね、一旦ね、置いておくということ。これどうしてかというとですね、
その彼らがじゃあそれを追求するときにどういう方法を使ってたのかって、それに興味があるわけであって、別に私は進学とかね、そのものに対してね、それはそれで一つ面白いんですけどもね、今お話ししようとしているわけではないということなんですね。そうするとね、もう簡単に言ってしまうと、彼らはね、先ほどと一緒で、これのね、基本的に同じ、先ほど申し上げた秦の時代の中国人たちのこの資料をたくさん集めて分析して、何かしらの論を構成して、意見を構成して、仮説を立てて、でそれを論証するという、基本的にこのね、同じシステムでやってたんですけどもね。で特に彼らのところで特色があったのがですね、例えば何かの一個の問題が出てきたときにですね、これはなんでこうなのかって言ったときにはですね、それに関係する資料をドカーッと、もうあちこちからですね、昔の人たちが書いたね、本とかからですね、全部引用してきてですね、まずはその資料集みたいなものを作るわけですね、一つ。で、その中で、先ほど申し上げたように、こっちではこういう意見出してる、こっちでは反対意見出してる。じゃあこれどうなんだ、どっちがいいんだ、どっちを取るんだとか言ったときに、じゃあもっとその意見の内容を分析をすることによって、ああ、私はこっちの方を A さんが言ってる方がいいねっていうことで採用するとかですね、そういったアーギュメントって言うんですけどね、議論をするわけですね。こういうときに、だから言ってみれば、質問が頭の中でパーンって出てきた。これなんでこうなってんのかと。なんでっていうのはこのクエスチョンですよね。クエスよ。ラテン語クエスチョンだと。クエスチョンが出て、で、ラテン語でここに回答を書いて、レスポンサーって書いてね、応答とかね。レスポンスですよ、英語ね。これ、結局答える。だから質問に対してね、答えるっていうわけなんですよ。そういったね、ことをね、大きくね、もうものすごく単純化して考えてしまいますとね、そういうことで考えてたということで、もうね、ここはあんまりあれだったのは、もう本当に今、先ほど話したことと同じスタイルで考えてたということなんですよね。それともう一つ私が申し上げたんですけども、学問、じゃあ例えばその何かしらの問題が生じたときにたくさんの意見をじゃあ集めてくるって言いましたよね。その意見を集めてくるとしたらですね、じゃあその意見はどういうふうにじゃあ集めてくるのかということなんですよ。なんでまた結局なんでどうしてなんですけどもね、そう言って考えたらね、私はね興味を持ったことがありましてね、これはまあよく諸子学的なとか言いますね、本に関係すること、本に関係する学問ですけどもね、で結局は最終的にはなんて言いますかね、全てのね学問っていうのはね、結局人間がいてね初めてね成り立つわけなんですよね。よくなんかみんななんかもう理論とかそういうものが先行していってしまうけれども、最終的には全部ね人間の活動に全部還元されると、全て行き着くということで考えてみますとね、当時やっぱり結局このエティエヌ・ジルソンっていう人がね、この中世時代の哲学についての歴史を書いたんですけどもね、その中で彼が言ってたことをね、ああそうだ、やっぱりそうだよねって思うのがですね、これはね、彼は西洋の中世についてですね、スコラ哲学の時代、スコラ学の時代、この時代の言ってみれば中世っていうと今から、まあ、中世ってすごい意外と長いんですけどね、いろんなまあ説はあるけれども、まあ、今や日本で言えば奈良時代ぐらい、中国で言えば唐ぐらいの時代からですね、まあ、9世紀10世紀ぐらいから言ってみればヨーロッパ全体がなんて言いますかね、キリスト教のその、修道院ができて、ある程度ですね、安定してきたというか、一つの社会秩序が出てきた、できてきたときに、やっとが学問ができるわけだから、ということですね、始まって、そこから、まあ、大体中世の終わりっていうのが、ね、これも難しいんですよね。私の頭の中でもね、よくね、あんまりね、好きじゃないんですよ、時代で区切るっていうのはね。なんでかって言ったらね、物事っていうのはもっとね、スペクトラムって言いますけどね、徐々に、変わっていくわけなんですよ。次の時代に行くんですよね。いきなりバーンって変わるわけじゃないんですけど、まあ基本的には近代の前で16世紀ぐらいかなということ、まあそれでもちょっと行き過ぎかな、15、4ぐらいかなということで、結構長いんですけども、数百年あるんですけども、その時代にそのされていたその基本的にはですね、当時は印刷がないんですよね。だからね、すべてね、本はね、人がと手で写さなきゃいけなかったんですよ。結局、これは大変だということなんですけどね。でもそれが一つの仕事としてね、みんなね、修道院の中で、図書室の中でね、筆写室って言いますけどね、書写室か。
で、書いてたんですけどね。まずだから、その本をね、書いてね、複製するということですね。しなければ、まずはね、その知識というものは広まないと。だからやっぱり文字っていうのはすごい、やっぱりすごい一つの、ものすごい武器なんですけどね。どうしてかというと、文字。それは、ないとですね、もう遠くの人とかですね、昔のとかですね、時代的にも、距離的にも、地域的にも、そういった、遠くにはですね、情報というのは伝わらないということで、すごい大事なことでですね、まあ、このスクリプターって書いてあるね、まあ、英語、これ、ラテン語だとスクリプトールですけど、これスクリプトというのは、文字とかそういう意味だけれども、これ、比較っていう意味なんですけど、もともとね。比較、まあ、日本語の書くっていう言葉も、比較、背中を書くと、文字を書くっていうのは同じ言葉ですよね、もともとね、漢字違うけれども。まあ、そういうことですけども、面白いことに、そういうことで、その言葉なんですけれども、まずはね、文字をね、使ってね、そういった本などをね、作らなきゃいけない。で、その次はですね、これはね、編集するとかそういう意味なんですけどね、これ、英語だってそのままこれ同じですよね、結局これ、英語読みすれば、コンピレーターって言ったら、コンパイルって英語でありますけどね、これね、編集するって意味ですよね、コンパイルって言葉は。で、コンピラートールっていう、コンピラさんみたいですけど、なんて言うんですか、ラテン語で。だから結局これ、英語と全く同じですけれども、結局それをね、本がある程度集まってきたら、今度はそれをね、管理しなきゃいけないと。今で言うライブラリアンみたいなね、図書管理。そういったね、人たちがね、本をね、きちっと系統立てて整理したと。で、次にはですね、そういった本に対してね、注釈するね、これ、いや、今の英語だってコメンテーターだから、コメント書くんだと。結局これ同じですけどね。この本にですね、昔はですね、今と違う、今はもうなんか新しい業績とかだったら論文をポンって書いたり、本をポンって書いて自分の意見を書きますけども、昔の人の学問スタイルは面白いことに、中国でもそうです。西洋でも同じなんですけどもね、不思議なことにね、一致してる。もうユーラシア大陸全土で一致してるんですけどもね。これはインドでもそうでした。で、あとは、チベットもそうでしたけどもね。で、どこもそうです。ギリシャもそうでした。イスラム世界、アラビア語、ペルシャ語で書かれたですね。そこでやらした学問、その人たちもみんなそうだったんですよ。ユーラシア大陸全部ですね。まあ日本もそうでしたけどね。基本的に学問するというのはね、昔の人の例えばすごい業績があるじゃないですか。その業績をね、修正する形か、もしくはそこに付け加える形でですね、学問というのは進んできたと。基本的に言えば、いきなりですね、ある人がどんなに天才的な人間が出てきたとしてもですね、その土台となるその、バックボーンがなければですね、できないんですよね、学問はね。ということでね、そういったね、注釈書くというのは、これはすごいね、今言ってみれば本の解説ぐらいのね、そのぐらいのなんか認識になっちゃってますけどね。コメントするっていうのがね、なんか別にそれに対して批評するみたいなね。そうじゃないと。かなりこれ学問としてはね、積極的な意味でね、物事を、自分の意見をね、表明するときには必ず注釈の中でね、表明されてるということなんですよね。それはすごい一個面白いことで。まあ今ちょっと出ましたけれどもね、私がちょっとまだスコラだから、ちょっと、それてもいいかなと思ってですね、そういうことにして考えたんですけど、基本的に私がだからいろんなこういった資料をたくさん探求していこうとした時にはですね、たくさんのですね、まずは言ってみれば先ほど申し上げたように、本にですね、触れなきゃいけないって言いましたけどね、本というのは結局文字って言いましたね、文字で伝えたと、トークとか昔のアイデアが伝わってきてるということで、結局それはね、言語を書いてあるんですよね、文字はね。で、その言語からするとですね、基本的にね、私こう思ったんですよね。もうかなり前ですけど、昔だからもう何十、10年以上前ですけど、もっとか、20年近く前ですけどね。ある、やっぱり学問をしようとした時には、やっぱり言語がね、できないといけないんですよね。で、今もそうだけれども、ある一つの自分の母国語しかできない人よりもですね、もういっぱい言語ができた方がね、それはね、情報収集能力は高まります。間違いないと。日本語、英語できればですね、それだけで使ってる人たち、中国語できればもっとっていうことですよね。もうそれだけの情報にアクセスできるわけですよね。それ触れることができるということですよね。しかも、
違う言語であればですね、違う文化である、違う土地である、違う時代であるということでですね、ものすごいですね、全く違う発想とかね、そういったものもね、摂取することができる。触れてですね、自分の中にですね、染み込ませることができるということで、私はすごいね、まずね、言語に興味持ったんですよ。これで、二つの意味で言語に興味持ったんですよね。先ほど申し上げたみたいに、ある言語の、この言葉はどこから来てんのかっていうとね、どんどん古い言語に行くんですけどね。そういった意味、その言語の構造自体に興味を持って、言語そのものが好きで、興味持ったこともあるんですけど、もう一つはその情報を収集する武器ですよね。ものすごいこれはね、強烈な武器です。それで、よく考えると、そうするとですね、まず日本語、まあ、こっちから行きますよ。こっちというのは東から行きますよ。我々の今住んでる日本語。あ、失礼しました。日本の日本語。もう日本語もまあ昔の、まあ、大体漢字から万葉仮名ができて、まあ、そのあたりから8世紀ぐらいから、それより前ぐらい、ちょっと前ぐらいからいっぱいね、たくさんの典籍、書籍がありますけれども、それとあとは中国語でしょ？漢語って言いますけどね。漢語。これはもう文言文って言って、もう今で言う日本で言う漢文とか、そういったものを聞けば相当な時代のですね、長い時代のいろんな意見をですね、聞くことができるし。で、かつ、次は行くと、まあ、漢語と近いのは、チベット語もそうだし、あれも古典言語って言いまして、まあ、今でも使ってる言葉もありますけれども、かなり古い時代から、インドからその文字を導入してですね、かなり残ってたりしてですね、特に仏教のですね、大乗仏教の、典籍なんかが、仏教哲学なんかもいっぱい残ってるしですね。で、あとはインドで言えばサンスクリット語と、あとはパーリ語なんかですね。サンスクリット語はもうね、インドも大、ものすごい古い時代から、ベーダ語って言ってましたけどね。そういった時代からもう紀元前の2000年ぐらいとかぐらいからですね、もう、まあ、ずっと最初は口伝でしたけどね、文字が、意外と文字はもうその後からでしたけども、古い言葉が残ってて、サンスクリット語、もしくはサンスクリットと言いますけど、これは古い言葉でね、ものすごい数の、資料が残ってまして、それとあとは、上座部仏教と言いますけどね、この、インドではね、仏教はね、お釈迦様生まれたのにね、消えてしまいましたけどね、その、南の方に行きましてね、このね、スリランカとか、南インドの方から、スリランカとか、ミャンマーとか、タイとか、あっちの方までバーっと行ってですね、サンスクリット語からプラクリットって言うんですけど、もう一つその言葉がどんどん広告化されたものがあって、それがさらにパーリ語っていう言葉になってくるんですけども。で、そういった言葉もすごい大事だし、次に言うとペルシャ語とかね、あとはアラビア語ですね、それは中世のイスラム哲学なんかもうものすごい科学、あとイスラム科学。すごい、あれでした、もう、現代の科学のご先祖様みたいになってるし、さらにはギリシャ語でしょ、これはギリシャ哲学とかも大事です。それでラテン語とか。で、近代のまあヨーロッパではかなり学術が進みましたからね。例えば、ドイツ語とか、フランス語とか、英語とか、あとは、まあ、いっぱいお話してる人が多いです。スペイン語とか、あとはロシア語なんかもそうですけどね。そういったな、大体言語ができればですね、もうほとんどユーラシア大陸で起きたいろんなことはですね、かなりですね、ほぼもう抑えられるんじゃないかと。つまり、網に引っかかってくるんじゃないかということでね、私はかなり言語に興味があって、今挙げたような言語をね、私興味をすごい持ってるんですけどね。おるんですけども。で、そういう方で言語の方に行ってしまいましたけども、結局、それで昔の人は、注釈を書いてですね、学問やってて、さらにですね、最後はですね、著作者ということで、これもうそのままですね。英語だとオーサーって言いますけどね。アークトール。アークトール。これはアークトールはアーゴっていうラテン語はね、行うって意味なんですけどね。だからもうついにですね、自分の考えで、本を書いちゃうということでですね。これから行くとですね、どんどんね、創造性が高まってるんですよね。最初は本を書いて写してて、でそれをコンパイルする。集めてくる。まとめる。で、その次はコメントを書く。それに対しての意見を表明する。最後は自分で意見をもう全部出しちゃうということで、どん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 ね、創造性が高まってくると、言ってみれば、表明する人のですね、アイデアがですね、どんどんどん強くなってくるということで、ね、下に行くことね、いうことなんですね。でもね、このね、やっぱり最初の、この、やっぱり面白いことに、最後著作者として名を馳せた人も、こういったね、前のですね、段階を経てきてる。なんでかって言ったら、学問をするときにはたくさんのことを知らなきゃいけないときには本を昔の人はね、いっぱい書き写してね、その中で読んでたんですよね。
これで今度はそれをまとめることができるでしょ。そうするとどん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 それの順番に即してそのどんどん創造性が高まる。これはねすごいことを言ってると思うんですよ。というのは人間が例えば物事を考えて意見を表明しようとするときには当てずっぽうに何にも土台がない上ではできないということで、こういった昔の人の意見をですね聞いてからどん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 自分の意見がはっきりしてくるっていうようなですね、一つのその何て言いますかね、良いですね、システムというか、ステップになってるんですよね。だからすごいそういう意味で面白いなと思って、これは単なるですね中世はこうだったんだよっていうじゃなくて、人間の基本的なその発想とか考え方の根本に即して、まあ、こういったね役割っていうのは自然にできてきたことだと思うんですよね。一番ねやっぱりね自然にできてくるっていうことはね、これは人間のね考える思考にですね非常に沿っているということが言えるんじゃないかと言えるんですよね。これで大体ここまで来ましたけれども、そういった中でねちょっとね話がね変わりますけどもね、哲学ってよくみんな言いますけどね、この哲学という言葉よくもう中身をねみんな、よく哲学っていうと考える仕事なんだなっていうのが分かってもですね、あんまり意外とですね、私の友人なんかみんな聞いても、じゃあ質問すると、哲学って何か教えてくれということを言ったら、はっきりした言葉で、なかなか語れる人っていうのは少ないんじゃないかなと思ってですね、私自身も例えば何かをやろうとしたときに、自分がやってることをですね、やっぱり人にね分かりやすく説明するっていうのはね相当自分が分かってなければねできないということで、私はすごいその中で思ったのが、一番ねそういったもののね何て言いますか、その根本的な発想というか概念ですよね、その概念を説明しようとした時にはですね、一番いいのはこの哲学って言葉はね西洋から借りてきて日本人が勝手に漢語で当てちゃったんですよね。そうじゃないと、これをですねまず元の言葉で分析をするっていうことなんですよね。でしかもその元の言葉も英語ではフィロソフィーって言いますけども、フィロソフィーでじゃあイギリス人やアメリカ人にですねフィロソフィーについて説明してくれって言ってもですね、これがどういう言葉なのかって意外とですねみんななんか語感とかその言葉のなんか聞いた感じとかでですね、あ哲学こんなもんかなってアバウトに思ってるけれども、本当の意味でじゃあこれを分かるためにはですねもっともっと分析しなきゃいけないということでですね、こういうことなんですね。ギリシャ語でですね、この言葉を見るとですね、このフィロの部分とですね、ソフィアになってると。このフィロス、これはね、友愛とか友達みたいなね、すごい親近感が湧くとかいう、そういうね、愛し方なんですよね。で、この言葉っていうのは、引用するところに先ほどね、ありましたけど、もっと古い時代には、ビロスって言ってみたいでしたけど、これでこの意味っていうのは大体ね、友達とかに対するね、親しみとかね、そういう意味なんですよ。それで、愛するって言ってもね。それで、さらにその、ソフォス。これ、このギリシャ語は何だと。だからね、知恵とかそういう意味なんですよね。だから結局、この、まあ、引用祖語に遡りますけども、ラテン語のですね、これ書いてある、サピオ。ホモサピエンスって言いますね、我々。人間。知性とかね。そういった人間の思考とかね、そういったことですよね。だから知恵とか、そういった意味、今申し上げたようなことが核となっている言葉なんですね。だから結局これはね、知恵はね、知識とか知恵とかをね、愛するんだということ。それに対しての非常にね、親密感を持ったことなんですよ。だからそれがね、フィロソフィアのね、本当の意味なんだということなんですね。で、考えてみますとね、ここにギリシャ語で書いてあるんですけどね、これはね、ヘラクレイトスというね、もうアリストテレスのもっともっと前のね、言ってみれば、今から2500年、2600年、そのぐらい前のですね、中国で言うと戦国時代、ちょうど諸子百科が出た戦国時代ぐらいなので、2600年ぐらい前、そのぐらいにギリシャのエフェソスっていう場所かな、ギリシャペロポンス半島のですね、そこにいた哲学者なんですけどね、彼が、言うにはですね、ここにね、フィロソフォスって書いたんですよね。この言葉はね、ある意味哲学っていう、要するに、こういうことなんですよ。言葉っていうのはね、ある程度最初はね、知を愛するって意味で、フィロソフィアとかね、名前つけたのにね、最後はね、
権威化されていっちゃってね、もう一つのね、なんか専門用語みたいになっちゃうんですよね。だからね、本当にね、その本当の核となるね、考え方を知りたいときにはですね、どんどんどん歴史に遡って起源までいっちゃえばいいわけですよ。だからその、この彼らヘラクレイトスなんか、後でちょっと見てきますけれども、彼らは本当に哲学を最初に始めた人たちはね、こういったね、知を愛する人間というのはね、いろんなことに対してですね、興味を持って、もうありとあらゆるのことをですね、探求していかなきゃいけないっていうふうにここにギリシャ語で書いたんですけども、そういう意味だから結局ね、そのフィロソフォースとね、フィロソフィアとね、哲学とね、探求っていうのはね、セットなんですよ、結局。だからなんでかって言ったら、いろんなことを知りたいわけですね。知って言っちゃうけど、もっとね、これ、言ってみるとね、起源から言うとね、知るとかね、そういう認知活動ですね、人間のが何かをその新たに得る、その知識を得るというのはね、認知活動です。それがね、に対して快感を覚えてる人たちということですよね。探求が好きだっていうことなんです、結局。だからね、といった意味でね、なんて言いますかね、哲学っていうのは結局ね、探求とね、関係してきてるということが分かってきたと思います。これでね、私はね、一つ面白いこと思いましてね、例えばこの科学という言葉ありますね、スキエンティア、サイエンス。このサイエンスという言葉はね、もともとね、ラテン語のね、このスケーレ、スケオっていうのは私が知るとかね、私がね、しかも味わうとかそういう意味があるんです、これ。スケオっていう言葉。言ってみれば認知するっていうことですね。人間が例えば五感で、舌で味を感じる、目で何かを見る、耳で何とかを聞く。そういったですね、何かしらをね、外からのですね、情報を得るという意味ですね。これはスケオ。この言葉。で、このね、ことはもっと遡るとね、スケイって言葉、これはね、分割するって意味らしいんですよね。で、これはどういう意味かといったらね、昔の人たちは物を知るっていうのはね、何かしらね、そのあるところを切り出してきて、そこをね、やっぱりパッと認識するとかね、そういう意味だったということです。で、この言葉っていうのは、セコっていうのはラテン語でね、区切るとかね、そういう意味なんですよ。で、日本語でも、失礼します。英語でも今でも、セクションって言葉がありますよね。セクション。セクションっていうのは区切られたって意味ですね。だから、あとセグメント。セグメントもこれ区切られたその領域、区域って意味ですね。だから、ね、セックっていうついてるのね。これ、この語根は結局ね、区切るって意味なんで、ね、区切るっていうのは結局ね、認知するって意味なんですよね。これは面白いことでね、仏教哲学でもそうだったんですよね。何かしらをね、認知するっていうのはね、結局ね、その全体性の中からね、どこかをね、切り出してくるって意味だと。人間が何かをね、知ると。例えば、A は A だと、A は B で、B と A と C と D といろいろぐちゃぐちゃにあったときに、A だけをパッと見たっていうのは、そこだけを区切ってるというね、そういうね、考え方ですね。認知するというのは人間。だからそういう言葉は、こういう言葉が来てるということですね。そのサイエンスはね、面白いことに味わうということ。で、哲学のフィロソフィアはね、その、結局、なんていうんですかね。知をね、愛してるということ。非常にこれはね、人間らしいっていうか、そういうところが起点だということですね。分かってきたと思うんですよね。で、そこで私は考えたわけなんです。結局この、最終的にはね、この哲学と科学っていうね、科学っていうサイエンスっていうのはね、基本的に自然哲学っていうね、その哲学っていうのはね、ものすごいフィロソフィオスだからね、もうね、知に関係するものは全部ね、興味があったんですよ。どんなことも、もうすべてのことに関して、ものすごい汎用性の高い言葉だったんですけども、そのうち自然なんかをね、自然の仕組みはどうなってるかっていうことを興味を持った、その一派が科学になってたんですけども、そういった目で見ていったときにですね、ちょっとね、私はね、面白いことがありましてね、ちょっと見てみたいと思うんですよね。もうものすごい圧縮度合いでですね、ギリシャからですね、現代物理学までちょっとね見たいと思うんですよね。それをね、何を目論んでるかというとですね、最初にちょっとポイントをね、皆さんと共有しておきたいと思うんですけどね、こういうことを言いたいわけです。私は今からこういったね、パンパンパンっていきますけどもね、その中で最初に始まってから、そういったその学問がですね、形成されてどんどん現代まで来てると、そのですね、どこで何が起きて、大きな意味ですね、少しずつその近づいて、現代に近づいてくるのかと、そういうことをちょっとね、やってみたいと思いますということで、一ついくんですけど、もともとだから先ほど私申し上げたように、ね、ここにまた戻ってくるんですけどね、スコレーだ、暇な時間にですね、哲学を始めた人たちはね、じゃあ何だったんだと言いますとね、
このタレスですよね。これはね、あのミレトスって言って、あの、まあ、ギリシャとあとトルコの方でとかね、当時はあの、言ってみればエーゲ海の方はもうかなりね、あったかかったしね、それでみんなね、なかなか、暇な時間に、日光浴しながらですね、あの、広場に集まってきてね、お話したということからですね、このタレスという人はね、面白いことに、この、エジプトとかね、バビロニアとか、当時、そのギリシャ人っていうのを意外と今からするとですね、ものすごいね、哲学とかでね、先進的な人だと思ってるじゃないですか。もっとローマ人よりも前だし。それで、だけどもね、タレス自身がね、なんかね、フェニキア人だったんじゃないかっていう説があってね、フェニキア人っていうのは結局、地中海をですね、あちこちね、もうね、全体的にね、あとは、こんな話もあるしね、アフリカの方を全部ね、一周してね、戻ってきたなんてね、エジプトの王様からね、命令されて、4年ぐらいかかって戻ってきたとかね、かなりね、海洋民族でね、あちこちでね、通商してたんですよ。商売やってたんだ、ということでね。それで、タレスなんかもね、あちこち行って、エジプト行ったりね、どこでしたっけ、バビロニア、メソポタミア文明のね、この、ずっと昔からあった、そういったところに行ったときに、そういった知識を得てですね、彼なんかは思ったんですけど、でももともとね、エジプトやバビロニア人たちはずっと文明があったけれども、彼らは例えば、幾何学なんかやったとしてもですね、これ、ギリシャ語でジオメトリーって言いますけど、英語でジオメトリーって言いますけど、ギリシャ語でこれ、土地を測るって意味ですけどね、ジオが土地ですから、ジオロジーって言ったら地学ですしね、あとは、ジオグラフィックって言ったら地図とかそういうね、土地とかそういうものですかね。で、メトロスっていうのがこれ測るだから、メートル、英語の、我々ですか、メートルのメートルもそう、測るっていう意味ですから、結局土地測る、幾何学ってそういうことだった。でもそれがね、学問になっちゃった、幾何学と学問になっちゃった。それがね、大きく違うところはね、ギリシャ人たちは結局そういった知識をね、今度はなんでっていうところにね、興味を得たと。で、みんなギリシャ人たちが、いろんな人たちが言うのは、このタレスが初めてね、そういうところに切り込んだんだっていうことをね、口を揃えて言うと。だから、最初に、で、アリストテレスに至ってはですね、もうタレスという人間がですね、最初出てきた時にね、言っていれば、普通だったら、なんて言いますかね、ある知識があって、あったら、ただそれをたくさんね、得てね、賢人になるみたいな、賢いみたいなね。それともう一つは、他の人たちは結構、ギリシャのなんとか賢人って言ってね、それはいろんな説があるんですけどね、七賢人とか言ってね、誰々さんっていうの説があるんですけど、いろいろあるんですけども、他の人たちはみんなね、政治とかにね、おいてね、なんて言いますかね、独裁者みたいな人だったりね、そういったことで、ね、実利的なものに興味があったんだけど、タレス一人だけはですね、こういったね、なんでっていうのをね、突き詰めたっていう意味でね、ものすごいね、賢い人間だったっていうことをね、もう後の人たち、アリストテレスやたちも言ってるんですよね。だからね、本当に哲学が始まったところはね、Why からね、始まってると。しかも、なんでっていう、プラトンとかね、アリストテレスが言うにはですね、哲学っていうのは結局ね、その探求をしてね、そのね、快感ですよね、楽しいと。そのね、タウマゼオンってギリシャ語で言ってましたよね、この驚き、驚嘆。そのなんかをね、仕組みを知った時とかのね、快感。それをね、なんかね、ものすごいね、た人たちということ。それがね、ないとね、結局ね、そういうものにはいかないんですよね。その快感。そのね、ことで、ね、すごい大事にされてるんですよね。で、先ほど申し上げたね、ヘラクレイトス。だから最初にそういうことを始めるとですね、この弟子にもアナクシマンドロスか、とか いっぱいいますけどね。で、そこをすると始めるとね、どんどんギリシャ世界のね、その植民都市がね、イタリアのエトナとかね、南の言ってみればシチリアとかね、もう地中海全体にギリシャ人たちが住んでたところにパーって広がってですね、そこでいろんなところで学問活動が始まったと、いうことなんですよね。だから私はここに創始と書いたんですね。始めたと。作って始めたと。いうこと。で、最初はだからそういったね、本当に個人のね、興味とかね、そこからもう、最初の、なんていうか、インパルス。パンと押されたということなんですよね。最初の刺激が与えられた。で、そこから始まっていくとですね、どんどんいろんな、もう、哲学者がもうあちこちでいっぱいですね、出てきましてね。そうすると、ある程度経っていくとですね、当時はアテネとかがすごい、やっぱり、なんていうんですかね、学問都市ですごい、人が集まったし、
そうするとお金も集まるし、そうすると学問とかをやる余裕が出てきて、学園とかを作ったんですよね、プラトンとかね、アリストテレスはね。もともと弟子師弟関係でしたけどね。それで、今でいう、アカデメイアとリュケーヨンかっていうようなところを作ってですね、やってましたけども、それが今の言うね、アカデミーとかの語源ですけどね。あとは、フランス語でリセって言いますけどね。LYCE って。それはなんか中学校とか意味ですけど、ルケイオンから来てました。で、彼らが始めた学園の名前からね、取ってる。だからみんなね、本当にそれがね、基礎になってるわけですけどね。西洋人もみんな認めてるわけです。私たちの、最初の元祖だということで。で、彼らが始める。で、そうするとですね、かなり知識がものすごい溜まってくると、で、この間にも吹っ飛んでますけどね、この間にね、いっぱいね、なんて言いますかね、言論に長けたようなですね、言ってみれば、優舌家って言いますよね、いろんな説をね、こうなんだ、あんなんだっていうのはね、いろんな人がいっぱい出てきたんですよね。で、そういうのをまとめていったときにですね、あるところでですね、このアリストテレスなんかがですね、たくさんの知識を今度は体系化させてですね、一個のですね、最初の人たちは本当にシンプルな、アリストテレスも書いていますけどね、シンプルなですね、興味ですよね。万物は何からできてるのかとかですね。しかもその答えが水だとか火だとかね。ものすごい簡単なね、シンプルなところ始まってるけども、いろんな人がいろんな説を言い出してくるとですね、今度はこの説と説の間の関係はどうなってるのかとかですね、そういった体系化をね、されていくと、ある程度知識がですね、まとまってくると。ということで、彼らはそういうことをやって、自分たちが考えるネタにしたりですね、まあ、考えていく、資料としてね、もうちょっと真面目な 言い方すれば、ネタって言ったやつはあれですけど、資料としてね、考えたりして。で、やってたわけなんですけども。で、そう見るとですね、一つの哲学という、なんか、土台が築かれたと。で、今度は、そういった形で知識がまとまれて、アリストテレスの著作なんか、私も、プラトンもありますけれどもね、全集として残ってる。彼らの著作を見れば、非常に系統だった。ある、問題に関してのですね、先人たちの意見が整理されており、かつその中から自分の意見を表明してるっていうのはですね、一つのすごい、じゃあ学術著作としてですね、個人の思いつきじゃなくて、すごく、論証っていうことも大事に、後でちょっと見ていきますけども、こっち、そういうことも大事にされたりしてきてると。で、そこから次にですね、行くとですね、さらにですね、このユークリッドとかですね、例えば、アルキメデスとか、そういった人たちはですね、そういったものを、ユークリッドの方はですね、もっと高度にですね、その知識をですね、もっと簡単な原理から、今まで皆さんが見つけてきたいろんなですね、アイデアを説明していこうじゃないかみたいなですね、もっとですね、抽象的に構造を持たせてやろうみたいなですね、組織化っていうんですよね、システムにしていくわけなんですよ。それで、このアルキメデスの方は今度はそれを、いろんな知識を今度は実用的に使ったりしてですね、いろいろと、応用していくとかですね、そういった方に行くんですね。だから私はここでは貢献解答の哲学というものの仕組みを、言ってみれば、パラダイムって言いますけどね、一つのその哲学という考え方をまとめて、じゃさらにそれを組織化していくということですよね。で、今度はそれに対してですね、これは、ここにね、日付書いてない、大体この人はもう結構飛んじゃってるんですよね。この間っていうのはね、ギリシャからローマに渡って、ローマ人はね、意外とあんまりね、哲学っていうものをね、やっぱり、重視よりも土木とかそういったすぐに使える知識なんかをね、すごい大事にしたし、それとあとはストア派とか別のね、これに今出てくる人たちっていうのは、ものすごい抽象的な思考をね、極めていった人間たちで、もっとね、哲学でも違う派の方ね、ストア派とかね、もっとどっちかというと人間の道徳率はどうなってるのかとか、そういった方の研究に行ったから、ちょっと飛んじゃってるんですけども、まあ、言ってみれば、もうここまで来れば相当いろんな分野に関してですね、思考するっていうことができてきたということ。そうすると、その次に対して、シンプレキウスとかピロボノスっていうのはもうヘレニズムの時代、もうそれも終わりの方になってきちゃって、言ってみれば、紀元後になっちゃうんですけど、でもここからここまでなんかすごい飛んでやってるんです。1000年は飛んでないけど、800年ぐらい飛んでるのかな。で、その間もずっとちゃんとね、プラトンとかアリストテレスの学園、ルケーヨンとか、
アカデミアのなんかもずっとちゃんと師弟関係でずっと続いて、彼らの著作なんかもね、ずっと伝わり続けてはきているんですけど、そこで大きくドラスティックに変わってくるのは、今度はこのピロポノスという人はアリストテレスの著作に対してですね、自分で実際物が落ちる落体の実験とかを実験をしてですね、これやっぱアリストテレス言ってるのはちょっと違うんじゃないのとかね、そういったツッコミを入れていくと、著作、注釈の中でですね、言ったり、このシンペルギウスはもっとギリシャ的ないろんな知識をもっともっと、それから後のいろんな発展したことをもっと詰め込んだり、あといろんなもっと書いてある内容を膨らましたりするような方向で言った人なんですけども、まあそういった形で注釈をしていくということで、そうするとここでまたね、今度はイスラム科学の時代になってくるんですけど、ここもちゃんとね、ギリシャからちゃんと伝わってましてね、この時代には何が起きたかというとですね、やっぱりイスラムがどんどんどん勢力を広げていって、ウマイヤ朝とかですね、言ってその後のアッバス朝か、そういったね、ところですごい中近東の世界がですね、全体がパーンと大きなですね、帝国ができて強くなった時に、バグダッドとかね、今の言うところなんですけど、そこで学問をね、やっていこうということですね、もうすべてですね、ギリシャの、知識とか、あとはインドとか法とかものとか、全部アラビア語に訳させたんですよね。で、それで、今度アラビアの方に知識が移入されていったんですけども、その中では、ここで継いでいたこの人たちなんか、ペルシャなんかにも行ったりしていて、ペルシャや、言ってみれば、少しずつギリシャの方から、地中海世界からですね、強い場所がですね、変わっていくんですよね。それは気候変動なのか、もしくは、勢力図、政治的な勢力図なのか、それはいろいろありますけども、理由はね。それはまあ、今回の探求のあれとはあれだから、チャラッとしか言わないけど、それまでやってきちゃうと、もうどんどん話が膨らんじゃうから、まあ、そんな言ったところにしておきますけれども、それもすごい面白いし、私も興味持ってるんですけども、そういった意味で、どんどん、なんていうんですかね、中心地は変わってはいるんですけれども、でもちゃんとね、この思考の仕方は継いでいて、このアルハゼン、このアルハイさんっていう人はね、この人ものすごい大事でね、私が考えてるのはね、近代科学がね、実証科学と、ここに書いてありますね、漢字で実証と。この前のこの人たちっていうのは、まあやってなかったわけでもないし、このペロポンスっていう人はね、この人はね、実験なんかもやっていたけれども、基本的にはね、四面的って言いましたね。四面。頭で考えてね、いろいろ哲学やってたと。言ってみれば、万物は何かって言った時でも、こうなんじゃないの？ああなんじゃないの？っていうのを頭の中でそのイメージして思考実験って言いますけどね、今で言えばね。それでね、いろいろ物事を考えてたけども、違うと。実際に実験をして、例えば、アルハイサムっていう人は、光学、光オプティクス、英語で言いますかね。光、その分野をですね、実験したんです。いろいろレンズとかですね、そういったものをね、組み合わせたりして、それで実証するということでですね、で、彼が書いた本はものすごい、その後にももうニュートンなんかも読んでたぐらいだから、そこまで、まあ、ニュートンは後で出てくる、これすごいことに、彼が書いた本は6、700年はですね、やるぐらいちゃんとね、ものすごい実験をしてね、きちっと近代科学の、まあ、最初の一手を打ったっていうかね、人なんですよ。で、アルビエルニーっていう人はね、この人はね、またね、面白い人でね、サンスクリット語なんかもできて、インドの方にも興味があったりして、彼はいろんなことに通じてて、さっきほど言ったポリマスって言いましたけどね、ものすごいね、学問がね、で、この当時のそのイスラム科学者っていうのも、結局ね、文字書いて、できた人たちっていうのは、ものすごいやっぱりね、なんて言いますかね、知性的な人間だったから、ものすごいいろんな分野に関してもね、興味があったんですよね。で、今の人から言えば、当時は専門分野がね、言ってば専門性が低かったからね、一人の人間がね、いろんなことを極めることできたなんて言うけど、当時だってものすごい知識がいっぱいあってね、彼らの書いたものを見たらね、ちょっと超人的ですよね。一人の人間、こんなに探求するのか、できるのかというぐらいね、すごいですよ、やっぱり、ものすごい分野において。ですからね、そういった意味でね、このアルビルニーなんかはね、こういったね、博学的なね、で、言ってみれば、これはね、やっぱり先ほど申し上げたみたいなね、資料を徹底的にね、たくさんめちゃくちゃいろんなところを集めまくってね、それをね、分析していこうっていうようなね、棋風をね、作ったと。まあ、アリストテレスもそういうところあるんですけれどもね、基本的に、
でもこの時代っていうのはやっぱり当時やっぱりイスラム世界はものすごいね、商業とか商売もうまかったし、ものすごいやっぱりね豊かだったからね、そういうことができたんでしょうね。本もできてもうすごかったみたいですよ、やっぱり豊かだったっていうことで、こういった文化があって、もうこのアルハゼンっていう、アルハイサム、この人は前マルムク朝のエジプトとかね、エジプトの方だったり、この人はもともとペルシャとかあっちのインドに近い方だったり、バグダッドとか、あとダマスカスなんかもすごいね、今のシリアですかね、あの辺りも学問都市としてすごかったんですけどもね、これで今度はね、イブン・シーナが出てくるんですよね、アビセンナと。で、このぐらいまで来ちゃうとね、彼は医者だったけれども、もう哲学もいろんなものをですね、徹底的に組織化してですね、体制していくと、その言っていれば、知識をですね、体系化して、もうこの本を読めば百科事典的なんですね。この本を読めばもう全部わかるというぐらいのですね、きちっとした業績をですね、なんて言いますかね、打ち立てたと。これで、しかも彼が書いた本で面白いのがですね、治癒の書っていうんですけどね、本を書いたんですけどね。で、それはどういう意味かって言ったらね、知恵とかをね、渇望する人間がそれを読むとね、もう癒されるみたいなね、そういう本。だからかなり彼もね、ものすごい、やっぱり、なんて言いますか、地に対する愛着というか、フィロソフォスだったんだということ。相当、だからやっぱり探求をね、愛してたということがわかるんですよね。その本のタイトルの付け方からしても。ほいで、この、イブン・ルシュド。アベロイスって言うんですけどね、ラテン語では。イブン・ルシュド。この人はね、もうすごいんです。もう、コルドバとかね、今のスペインですよね。あっちまでイスラムの勢力ありましたから、当時、すごいんです。もう西から東まで相当な範囲でありましたから。これで彼は、アリストテレスの注釈を全部書いてやるって言ってね、書いたぐらいの、ものすごいね、数の注釈と、あと著作を残したんですよね。で、これなんかがですね、このところでね、イスラムからですね、中世のヨーロッパに行ってみると名前見れば分かると思うんですけど、ここでじゃあ今度何が起きたのかと、1012世紀ぐらい、ここで何が起きたかというとですね、例えば先ほど今申し上げたみたいに、イブン・ルシュドとかですね、アベンパケって言いますけど、イブン・バジャが、イブン・バジャ、彼らはね、アンダルシアの方でですね、哲学をやりましたけどね、もうね、西洋の近いところまでね、そうやって来てたわけですからね、西洋人たちがね、スペインの、南ぐらいに行けばですね、そういったイスラムのね、科学をね、学ぶことができるっていうことに気づいたんですよね。で、そこでですね、そのアラブの世界とその西洋の世界のところの境界点、私すごい興味持ってるのがね、探求していくで最高なのはね、ある文化とね、ある文化のね、その間でどういうふうにトランスミット、移ったのか、そのですよね、その知識とか知恵とか思考とか、思想とか、それがね、面白くてですね、で、特にここ面白いのがね、もうイスラム教徒たちからキリスト教徒たちなんですね、この。そこにね、何がじゃあトランスミットされたのか、映ったのか、それがものすごく面白くてですね、で見てみますとね、ここのところね、ちょうどね、12世紀にはね、その辺境の地帯、例えばシチリアなんかはね、もうね、すごかったんですよ。ユダヤ人とね、キリスト教徒とね、イスラム教徒がね、同居してたと。すごいみんな、いたと一緒に。それで、あとは中期時はギリシャもそうだったし、あとはアンダルシア、スペイン。そこで何が起きたかというと、ものすごい数のですね、アラビア語で書かれたですね、著作、その前のギリシャ語で書かれたものもアラビアに移されて、さらにアラビア語から移されたところから、ラテン語に行くんですけれども、そのね、すごいね、数の著作がね、ドカーンとね、西洋の12世紀にね、衝撃的に入ってきたと。で、大体12世紀ルネサンスとかで最近言うんですけどね、中世は結局、暗黒時代だなんて言うけど、とんでもないと。中世ほどね、面白い時代はなかったということでね、我々の近代科学のもう元祖、その人たちはもうみんなずっとね、そのイスラムの方から学んだわけなんです。で、それをね、結局、それはイスラムからさらにはね、ギリシャ。で、直接ギリシャから訳されたものもあります。ということでですね、それともう一つは当時ビサンティン帝国ですね。あそこがちょっとね、弱くなってきて、いたのかな。結構ね、西側の人の方にね、その学者なんかが亡命してきたりとか、接触があったみたいなんですよね。
で、そういう件でですね、ギリシャとアラビアのですね、東からのですね、衝撃的な、なんていうんですか、学問のですね、がですね、押し寄せてきたということですね。で、そこで西洋に入って、アルベルトゥス・マグヌスとかですね、このウィリアム・オブ・オッカムがですよね、有名な哲学者だし。で、こういう人たちは結局すべてね、ほぼね、アラビア人たちがやったね、アラビア語で、ところでここでね、問題があるんですけどね、この今、アラビア語で書かれたアラビア科学とか、アラビア哲学とか、イスラム哲学とか、イスラム科学って言うんですけど、結局ね、この中で起きてきたこと、実はですね、イスラム哲学とかイスラム科学の中ではすごい面白いことはですね、当時のイスラム世界ではキリスト教徒もいたし、ユダヤ教徒もいたし、イスラム教徒もいて、みんなね、自由にやってたんですよ。で、特にそれで、その中でみんな、医者なんかはすごい不思議なことで、ネストリス派のですね、キリスト教徒が多かったりしてね。で、その人たちがギリシャ語もできたから、アラビア語に訳してくれたりとかですね、あとはシリア人たちとかがですね、この、まあ、ちょっと時代が戻りますけども、この、8世紀ぐらいの時に大量にギリシャからイスラムの方に入ってきた時にはもうシリア人たちがものすごい翻訳をしたりしてね、彼らはギリシャ語もできたし、ちょうどその間のところにいた人たちっていうのは、それシリア語っていうのは結局セム語だから、アラビア語に近い言葉だったんですよ。だからね、すごいね、お互いのね、その中継地点にいた人たちのその両方のね、言葉をね、自由に使えた人たちなんですよね。それがね、トランスミットしてたということでね、もの、言ってみればね、イスラム科学っていうけどね、イスラム教徒だけじゃないっていうね、非常にね、当時そこの世界に、だから一番いいのはイスラム世界の科学か哲学っていうのが一番いいんでしょうけどもね。まあ、政権的にはそうだったから、政治的には。ということで、キリスト教のその時代のところで、例えばユダヤ人なんかが肩身狭い思いしてたみたいよりもですね、もっとね、こっちの寛容だったんですよね、他の宗教とかにも。だからすごいね、すごい学問的にも発展したということでね。で、そこから今度は、キリスト教の世界に入っていくわけですけどね。で、12世紀か13世紀ぐらいなんですけども、彼らは今度は論理学なんかをね、もう徹底的にやったりとかですね。あとは、有名なのは、ウィリアム・オーカムで有名なのは、これあれですよね。オッカムの、あれです。カミソリ。で、どん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 ね。そうです。オッカムスレーザーって言いますけどね。カミソリ。で、物事をですね、思考をですね、できる限り突き詰めてですね、短い言葉でですね、言っていれば、あだこだ、あだこだ、就職語とかが必要ないと。ということを学問のですね、やるときに、これ彼が言ったことはですね、すごいね、面白いことで。私ちょっとね、調べてみたらね、よくね、この、オオカムのカミソリっていうのは、彼が言った言葉じゃないと。まあ、彼は、そういった論理思考、そういった思考スタイルはね、好きだったんだけども、違うっていうか、私、いろいろ彼のね、著作をね、いっぱい調べましたらね、やっぱりね、ペトルス・ロンバルドスっていう人、哲学者いたんですね。その人の注釈、その人の本に書いた注釈の中で、はっきりね、必要以上なものをね、上列してものを考えればいいじゃないっていうふうに書いてるから、やっぱり、OK じゃないかなと。オッカンは、OK だということですね。彼は、やっぱりその言葉を言ったらしいんですね。で、デュンス・スコートスっていう人がね、それはスコートスはスコットランドという意味ですね。スコットランド人のデュンスさんがですね、よく紹介して、はっきり書いてたりするという、やっぱりウィリアム・オブ・オッカンはね、やっぱり彼は、やってましたと。で、できる限り物事をね、シンプライズする。これはすごい大事なことなんですよ。単なるね、オーカムズ・レイザーですって、思考をね、スッキリさせて物事を書くんだなっていうんじゃなくて、それ以上にね、当時はね、やっぱ言葉っていう言葉、言葉に対してのですね、意味ですよね。ものすごい大事だと思ったわけですよ。一個一個の言葉を徹底的に分析して、これ大体この人たちの哲学者たちの思考スタイルっていうのは、徹底的にね、先人たちの言葉を分析するんです。先ほど私が言ったみたいに、一つの言葉をものすごい細かいところまで分析して、もう切り刻んでですね、こうやって一個一個の、細かい最小要素まで切り刻んで、本当の意味を理解したいという、そういう学問スタイルだったからね、その言葉っていうのはものすごい大事です。言葉をいっぱい書くべきじゃない、いろんなことを上立するべき、概念を上立するべきじゃないっていうのは、一個ですね、モデル化ということなんですよね。物事を考えたときに、ああだこうだ、ああだこうだじゃなくて、そのモデル、仕組み、どうなってるのか、もっとですね、シンプルにですね、物事を見ていくという、これ物理学なんかでもすごいね、中核的な言葉ですね。
物が動くときだって、物を動くことを考えるときだって、何が、リンゴがね、動こうがね、落っこってこようが、消しゴムが落っこってこようがですね、何でもいいわけですよ。その消しゴムかリンゴかとかね、ダンベルが落っこってきてもいいわけですよ。何でもね、鉄の塊でといいし、そのね、何が落っこってくるかじゃなくてね、質量があるものが落っこってくるってことをね、分析するわけですね。そういう意味で、結局、モデル化っていうことをするわけなんですよね。で、その中で共通するものは質量がある、重さがあるというものが落ちるというようなですね、そういった物事の単純化と、そういうことのもう起源というか、そのご先祖様でもあったということでですね、考えられて、このね、トーマス・ブラッドバーダインって、この人はね、オックスフォードのね、マートン・カレッジって言うんですけどね、ここのね、これもとんでもないね、人たちでね、オックスフォード・カルキュレーターズっていう、オックスフォードのね、計算ばっかりやってる人だということでね、これ何やったかというとですね、13世紀、14世紀ぐらいですね、にですね、もう何でもかんでもね、数値化してね、ものをね、考えてね、やっていくんだというようなことでですね、そういう発想になった人もいたしね、当時はね、結構ね、いろんなね、ぶっ飛んだアイデアがね、いっぱいあってね、その中で彼らはね、マートンルールって言ってね、物理学におけるその運動の、基本的な法則なんかを見つけたりしてね、これなかなか面白いんですけどね。ただそういった意味で私はね、拡張って書いてあるんですね。応用拡張、結局そのアイデアをですね、もっともっとね、言ってみれば定性化したりね、失礼しました、定性化から定量化したりね、したわけです。定量化の量というのはクアンティタスってラテン語で言いますけどね、ものの、ね、量、そういうものにね、彼らはね、興味持っちゃって。で、何でもかんでもね、量でね、測る。今だって言わず、何でもかんでも数値化したがる人って言いますよね。それみたいにね、何でもやっちゃったと。もう中世にもいたということで、ね、なかなかぶっ飛んだ人もいてですね。で、ジャン・ブユリダンっていう人、この人はね、結局、まあ今は私ね、もう当時の物理学者ものすごい数いるからね、物理学者というか、哲学者ものすごい数いるからね、物理学に関係するところはね、私ちょっと物理学にちょっと興味あったもんですから、物理学に関係する人のだけもうちょっと上げてきて、特にね、私はね、物理学に今興味持ってやってるっていうのはね、物理学っていうのは一番ね、やっぱりね、ものすごいね、なんて言いますかね、原理的なんです。原理的なんでかと言いますとね、社会科学なんていうのは結構ね、いろんなパラメータがある中で物事が動いてるけども、それで人間のね、いろんなこともあって、もうあっちこっちでちょっとしたことが動いても違う結果になったりね、歴史もそうですけども、社会もそうですけども、ですけど、物理学っていうのはすごいね、シビアなんですよね。どうしてシビアかというと、物事をそうやって仮説を立ててね、論証するんですけどもね、それが自然に合ってなければね、どんなね、すごい権威のある人間がね、立てた理論だってね、もうこれはね、ダメだということですね。自然をきちっと説明できなければ。だから人間側にはね、ないんです、その、要するに。決定権がない、自然を研究するわけだから、だからすごくね、シビアなんです物理学だから。一番ね、人間はね、挑んでいく、一生懸命それを理解したいとね、頑張るわけだからね、一番物理学っていうのが何て言いますかね、強いと。まあ科学っていうものは大体そうですけどね、自然科学はみんなそうなんですけどね、一番ねシビアなんです。社会科学なんかはね、やっぱりね、自然科学から、まあ、後の時代に出てくるんで、この時代もやっぱり同じ人たちはみんな社会的なことも考えていたりもしてるんですよ。だけどね、やっぱり物理学と、あとは、あれです。論理学というのはね、すごいやっぱりね、シビアです。ということで、そこを見ていくんですよ。彼らはね、論理学もやって、よくやってましたけどね。で、ジャン・ビュリダンなんかはね、この人はインペトゥスっていう理論をね、考えてね、それは最終的には、要するに物が動くときにはそこになんかね、パンと注入されて、それがね、動かされてるんじゃないかとかね、そういう考え方をしてですね、その、最終的には運動量とかエネルギーとかね、そういう発想に行く、その、もっと前、まあ、その発想自体はもっとアラビア人たちがやってきたものを彼らは受けて、さらにやってるんですよね。だからこういう拡張とかね、こういった前やってきた人たちのもっともっとですね、なんて言いますかね、いろいろと、思考を深めていったと。だからもうこの時代はものすごい数の物理学者、哲学者がいてね、もうね、百花繚乱でした。だけれども、こういう人たち挙げてきましたけどもね、一つ。で、そこから大体出てくるところで近代的になっていくと、この間ぐらいには何起きたかというと、ルネサンスとかで起きて、そうするとね、たくさんのね、
実験道具なんか作れるようになったんですね。実際それで測定する機械とかもものすごいそういうものが作れるようになったという社会的な背景もあって、これまではもうやっぱりね相当自然的だったところから、まあアルハイサムはちょっとね光学のところではレンズなんか組み合わせて結構それはアラビアの世界ではイスラムの世界ではものすごいやっぱりなんて工業物を作る手工業とかそういうものが発達したから、そういうものを手に入れてきて実験できたわけですけども、最終的にこういう時代っていうのはやっぱりね自然的にやる方がやっぱり優勢だったけれども、ここから実験なんかをして物事を決めていこうとかね、そういったあと天文観測なんかをして、でそれはイスラムの人たちもすごい相当やるってあったし、ギリシャ人たちもずっとやってきた天文学もやってきたんですけども、それをまたねさらにねあっちこっちから集めてきたものをねもっともっと圧縮していこうっていうのね、形になってですね、ニュートンなんかはですね、結局この彼が書いた本、まあ、ちょっと後でちらっと言いますけども、この後でもちょっと話したいと思いますけれども、結局ね、ニュートンなんかはね、結局このユークリッドとかがやったその幾何学でやったことの仕組みっていうか、その本の書き方ですよね、もう原理を設定して定義をして、そこから全部のことを小さいもう少ない数のですね原理から全部それを組み合わせて思考していくことによって全部を説明してやろうっていうようなですね、そういうスタイル考え方をやったんですけども、でかつそのアラビア人たちがやったいろんな結果や中世のヨーロッパ人たちがやったそのいろんなアイデアの中から選択していく、このアイデアはいけるな、これはちょっとぶっ飛んでるな、ダメだなっていうのをですね、じゃあそれをどんで選択してたかというと、実際実験をしてそれを説明できるかどうかってことを重視して始めてですね、で体系立てでやったということです。でライプニーズなんかは、でそれをもっとすごいのは、天文学の知識なんかがずっとギリシャからもありました、バビロニアもその前からね、タレスの前から話しましたね、エジプトやバビロニアの時代から幾何学も土地を測量するという意味で、あとは天文学もいろんな歴とかを作るという意味でやってました。でイスラムの人たちもやってた、ギリシャも人もやってた、それであとは数学もあった、もう昔からこの人たちもみんなやってた、それとあとは物体の運動とかですね、自然哲学ですね、その全部のですねことをですね統一してちょっと考えてみようと、それ全部に共通することには物が動くってことじゃないかということですね。簡単に言ってみれば、じゃあ天文学は天体が動くし、それで、幾何学的に彼らは証明したし、それで数学的にですね、流率法で、まあ、彼ら言いましたけど、微分方程式や積分形式、まあ、彼らは積分形式で書いたんですけどね、最初はね。で、そういった数学でですね、すべてのそのエッセンスをですね、いいところを取ってきてですね、うまく、そんなんですかね、武器としてですね、自分のやろうとしている学問体系をやったんだということが言えるんだと。それでライプニッツも2人ともですね、そういった、大陸とこっちはドイツ人とイギリス人でやってて、それでそこからですね、今度そういった形で、学問の物理学としての形式が整ってしまうと、今度はですね、当時、まあ、これちょっと専門的な話になっちゃうからあれですけども、ニュートンなんかやったのはかなり幾何学的な面積をですね求めるとかね、そういった方法でね、証明してたものをですね、もっとですね方程式をですね美しくしていこうということでね、その書き換えちゃうんですよね全部もっとですねラグランジャンっていうね、その普遍的な量をね、元にね、数学的に書き換えちゃうということをやったりしてですね、そのマクスでもそうですけども、彼らは今度は電磁気学で、いろんなね、当時ね、めちゃくちゃな数のね、ファラデの法則とか、アンペールの法則とか、もういっぱいね、オームの法則とか、あとは、あれですよね、エルステッドとかやったいろんな実験、ね、の結果がね、もう大量に結果が出てきて困っちゃったということで、それを数学的に、結局それをニュートンがやったことと同じように発想としてはね、そのもっと遡ればこのユークリッドがやったように、もう本当に少ない数の方程式だけで全てをね説明できるようにね頑張ろうというようなですね、そういう仕組みでやったわけですよね。これで最終的には、これで定量って書きましたよね。それで数学的に美しい形に整えた、フォルムを整えた。そしたら最後芸術と書いたのなんだと。物理学の話してきたじゃないかと。怒られちゃうかもしれませんけどもね。
これは結局ね、アインシュタインとかね、ディラックとかはね、この人たちは結局、ね、最後はね、もうね、もっと抽象化してっちゃってね、結局最後は物理学っていうのは、物質とか物とかが動いてるとかいうものをですね、全部、方程式に書くんです。方程式っていうのは結局、こういう、ある量があったら、このある量と比例関係にありますよというね、プロポーションっていうね、そういう関係を方程式で表す。言ってみれば、物の質量がこれだけあれば、速度がこうなりますよとかですね、その、なんて言いますかね、比例関係で物事を書いてきたんですけども、それの方程式をですね、もう最終的には美しくもしちゃおうということでですね、こうなってきたと。ものすごい抽象的な、世界での、美をですね、求めたということで、だんだんとですね、こう来てくるとさ、面白いことにバーって言ってしまいましたけども、ずっとしゃべり続けましたけども、最初に始まったのは、だから本当にね、シンプルなね、問いから始まってね、だんだんとその、こういったいろんなその手法を人間が手に入れてくることによって、どん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 ですね、抽象的な方向にも進んでいくし、それで、かつ、それが、もっとですね、少ない原理で全てを説明したいっていう方向にも行ってるということが分かるんですけどね。じゃあなんで、こうなったのかということ、もう簡単にスパンと、もうこれだけでもうタレスの時代は紀元前500とかだと、その2500年前からこれ現代までもう2500年間もうスパーンとやっちゃいましたけども、ものすごいもう速度でしたけども、こういった形で当時一番ですね、強烈にその思考をですね発揮した人たちの名前を出してきて、 もっと好きな人いっぱいいるんですけども、まあこんな感じでやりましたけども、じゃあですね、この人たちがそのいろいろ発想に至った時に、もうここに書かれた人はもう天才的な人たちですよ。今から言ってももうなんでこんなこと思いついたんだっていうぐらいですね、すごい人たち。この人たちの頭の中でですね、何が起きてたかということ、ここからがちょっとね本論になってくるんですけどね、お話してみたいと思うんですよ。それで、ここにですね、思考方式と書いてあります。で、私は思ったんですね。こういったね、いろんなね、人間が出てきてね、いろんなことを考えて、考えましたと。ここだけだって言ったって、もう物理学まで、自然哲学から物理学まで行く、自然科学まで行く方だけでも、こんだけの大量のものすごいことがあったと。でもですね、最終的にですね、人間の頭の中ではですね、ものを考えるときはですね、どうなってんのかっていうことですね。それを私ね、興味を持ってしまったわけなんですよ。それどういうことかと言いますとね、結局はね、人間っていうのはね、自分のアイデアはね、ここで出しましたよね、最初ね。資料をたくさん集める、分析する、ある程度、こういうふうになってんじゃないかなって仮説を見えてくる論証すると。論証っていうのをですね、すごいね、面白くてですね、これにね、着目してですね、人間の思考方式や探求するときにどこのポイントに気をつけるというか、どういうふうに探求しているのかということがね、分かってくるんじゃないかと私はね、考えたんですよね。だからね、ちょっとね、ここをね、見ていこうということになりました。と。それで、論証っていうのは基本的にこれはギリシャ語でね、アポデイシスって、アポデイクシスって言うんですけどね、このね、部分、アポ、でこれね、結局ね、見せるって意味なんですだと言いましたね、先ほどね。この ラテン語だともう分かりやすいと、デモンストラーティオ、デモンストレーションする。論証っていうのはもともと見せるものだと、人に。だから言っていればですね、自分のアイデアをですね、お見せしなきゃいけないということなんですよ。例えば、ある人が何か思ったときに、私こういう考えにいた、こういう考えを持ってますと言ったときに、その結論だけ言われたらですね、他の、いや、その結論を、なんて言いますか、聞いて、あ、そうだね、僕もそう思うよ、という人はね、OK なんですよ。ところが、わかんないと。あ、なんで、あなたはこう思ったのと。その部分ですよね。じゃあ、なんでわかんないかというふうに言いますとね、結局、その人がなぜその、なんて言いますかね、アイデアまでたどり着いたのか、そのプロセスがわかんないんですよ。その過程がわかんないと。ということはですね、人に論証するというのはですね、よく数学の論文も物理学の論文もそうだし、普段のこともそうだし、私も気をつけていること。例えば私が、ケーファー・アルスティニカの方でもね、いろんなことを話しますけれども、その時に、気をつけていることがあってね、
もう聞いてる人はそのことに関しての前提知識や何やらは全て何も知らないという人に対して話さなければいけないと思ってるんですね。というのは、そういうふうにすればですね、結局聞いた人はですね、全ての材料を私から提供してもらえるし、で全て私がどう考えてこういう結論に至ったのかをですね、聞くことができれば、ああなるほどなと、ああこうか、この人はこういうふうに仕組みで考えて言ってんだということが分かればですね、非常にその安心するしね、ああなるほどな、この結論に至った、あ、それはそうだよと。結局ね、よくみんな論理っていうものがすごいめちゃくちゃ強いもので、なんて言いますか、論理至上主義みたいなね、なんかもう論理さえ合ってればね、全部合ってんだみたいなことをね、思われてたりもするけれども、実は論理っていうのはね、結局ね、ギリシャのその時代ですよね、アリストテレスよりちょっと前、この辺りでいっぱいゴルギアスとかね、そういった詭弁家っていうね、そのおしゃべりに長けたですね、論説に長けた人たちがいたわけですけどね。でですけども、基本的にはね、ギリシャの、このアリストテレスやプラトンなんかやった論証っていうのはね、今もそうですけども、論証っていうのはね、相手に対してね、そのものが合ってるかどうかじゃなくてね、見せるものであってね、それをね、その言ってみれば、自分の考えたことをいい言い方をすれば相手にご説明する、悪い言い方をすれば正当化するってことなんですよね、結局は。そういうことなんです。だからね、論理自体が合ってるとか間違ってるとか、そういうことじゃないと、問題なんだと。まあ、基本的に私が論理が合ってると間違ってるって言った時には、その言ってみれば2つの意味があってね、後でちょっと見ていきたいと思ったんですけどもね。例えば、その人が、ある人が考えた意見を聞いたときに、その人は間違えるとすれば、人間が間違えるとすればですね、2つのところで間違えるんですよ。ということは私は感じたわけです。というのは、1つ目は、その元々の前提となったデータが間違ってたってことですね。全然それがへんちょこりんなデータを使って結論に達したと。その人の中でですね、それは間違えちゃった結論に、まあ、まぐれで当たることもあるかもしれないけど、間違えた結論に行きやすいですね。それともう一つは、推論かけ、分析していく中で、へんてこりんな分析をしちゃったってことですね。それは言ってるよ。ここでちょっと後で話して思いますけども、あるデータがあって、そこを考えたときに、その結論がへんてこりんな結論を出しちゃったっていうのは、なんでこんなことを考えるなっていうふうになっちゃったときは、全然跳躍してたりね、そのデータから全然読み取れないようなことを言い出してたりね。とか、あとはもしくは全然そのデータの読み込みが足りないとかね、そういった意味で間違いに、あとはよくありがちというか、もう日常でもよくあることは、例えば誰々さんが言ったからとかね、あとはみんなそう思ってるから正しいとかね、それはね、間違いなんですよ、結局。詭弁っていうんですけどね、よくね。あと、ファースっていうか、間違い、誤謬っていうんですけどね、間違いということなんですよ。だからそういうものをね、自分自身もね、気をつけるわけですよ。なんでかというと、誤謬、間違いをね、言いまくる人はね、誰も信用しないんですよ、結局。だからね、信用してもらう人になるためにはね、きちっとした根拠からね、きちっとしたね、結論を出してね、それをね、すべてね、正直に見せればいいんですよ。そうすればね、すごい相手はね、信頼するわけです。ということでね、ちょっと考えていきたいと思うんですけどね。私が例えば、物事を考えるときは、基本的に思ったことなんですよ。もっと、じゃあ論証の中をじゃあ見ていくと、先ほど、なんでこう考えて、こう考えて、こうだから、こうなって、こうなって、こうなってを全部見せるのが論証だって言いましたけども、基本的に物事っていうのはね、概念がですね、結合してね、できてるんじゃないかと私思ったんですよね。言語を分析してもそうだったし、先ほどそうでしたよね。ある一つの言葉だって、あるちっこい概念がくっついて、もっと意味をその限定するかね。愛するだけだったら、何を愛するのか分かんないと。それに対して、知を愛するだからフィロソフィアになったりとかね、もっとはその限定していくわけだったりね、物事を伝えるためにはもっと言葉をですね、より分かりやすく、言ってみればアバウトじゃなくてはっきりさせていく、そういう時にもですね、物事っていうのは人間がね、言語を用いるっていうのはそうなんですけどね、主語と述語とかつけますよね。で、修飾語で、そこに副詞なんとか、それは結局ね、人間の言語っていうのはね、概念、ある概念、
例えば今私言いましたね、ある概念がありますと言った時に、あるっていう概念、あるという概念と、概念という概念と、ありますという動詞と、それ結局ね、人間の言語っていうのは結局的に言えば、すべてね、一個一個の言葉ぐらいの単位で、一つ一つの意味を持ってるし、概念があるんですよ。でそれをくっつけていくことによって、その人の意見とかね、それをどんどんどんくっつけていくと、ね、例えば一つの、だから言ってみれば、もっと言えばですね、私が言ったら、まあ普通だったらフィロソフィアって言ったら、もう一個の概念になってますよね、今ね。だけど、さらにそれをもっと分割できると、最初の人はしかも そういうふうに地を愛する人間はっていう意味で使ってて、哲学という意味では使ってなかったということ。でもいつか一個の概念になっちゃったけど、一つのね、言葉の中にもね、もう分析すればね、かなりね、その言ってみれば、語根って言うんですけどね、ルーツって言うんですけどね、英語で。ルーツ、語根、根っこになるもの。その、要するに言葉を形成するための、もう本当のね、ちっちゃい単位があるんですよ。そのがくっつくことによって、で、一個の言葉が生まれるということなんですけど、もう、もっともっと、もっとね、くぐれば、実はね、イアンのところに、まあ、そこまで分析して書かなかったけど、これはね、名詞化するとかね、あ、概念化するとかね、もうね、一個の言葉っていうのはね、大体ね、面白いことに、ギリシャ語とかね、ラテン語とかね、サンスクリット語っていう、先ほど申し上げましたね、古典の言葉、これの言葉っていうのは学問にすごいね、向いてるというか、まあ、学問に向くようにそうなってったということも、まあ、鶏が先か卵が先かというのもありますけれども、そうなった、なんて言いますかね、当然のなりきりだなと思うのが、この言葉たちの言葉っていうのはね、ものすごい、造語能力っていうんですけどね、言葉をね、作る能力、造は作る、造語能力、言葉を、単語をですね、作る能力が高いと。つまり、新しいアイデアが出てきても、今まであったアイデアとアイデアをくっつけさせればですね、大体何でもね、新しい言葉を作れちゃうということなんです。それはね、結局ね、概念を結合してる。だからね、人間の言葉をね、分析すると面白いことに、一つの単語の中にもね、概念がね、あって、それでしかも、インド・ヨーロッパ語族って言ってましたね。ギリシャ語とか、ラテン語とか、サンスクリット語とか、英語とか、あとは、スラブ語、ロシア語なんかもそうだし、英語はゲルマン語ですけども、そのことは、ね、みんなね、動詞を変化させるんですね。下をね、後ろをね。によってね、私が行くとかね、あなたが行くとかね、あとは、名詞にも核があってね、全部ね、変えるとね、そのものにとかね、えとかね、日本語で言えば、ととかね、あとは、でとかね、そういったね、でも日本語もね、そういって考えればね、そうなんです。ある名詞にでをつければ、どこどこでとかね、そういった場所をね、イメージさせて示すことができるし、そういった意味でね、言語っていうのは結局ね、どこまで言ってもね、やっぱり概念と概念を結合させてるというふうに考えた方がね、自然だということは、それはもともと人間の頭の中からですね、どの言語もそうで、まあ、言語の中にはいろんな分類の方法はあるけれども、私が感じたこと、かなり言語を、ね、愛してきたね、私が感じたことはね、どの言語もすべてね、こういったね、概念がね、結合されてね、できてると。で、しかも文章ぐらいで見ると、シンタクスって言いますよね。透字法というんですよね、もっと難しい言葉で言うと。まあ、簡単な言い方すれば、文章を作る方法ですよね。文章の作り方ですよね。透字法、シンタクス。そういうものを見てもですね、生成文法というんですよね。文法というのも生じてくるし、そこからね、概念の、いじくり方によってね、操作によって。それで、数理論理学。まあ、中国語で書きましたけど、日本語で言うと数理論理学なんかはね、もう、めちゃくちゃね、強烈でね、ある符号と符号をね、入れ替えたりするだけでね、それで何でもかんでもね、証明していこうっていうようなね、もうかなりこれはね、強烈なあれですけれども、人工言語って言いますかね、プログラミングと同じです、結局。コンピューターのプログラムと同じで。で、結局ね、コンピューターのプログラムだってそうだし、人間のね、思考なんです、結局、それがね、電子的になっただけでもあってね、自然言語も人工言語も、みんなね、最終的には自然言語っていうのは普通に喋ってる言葉、人工言語っていうのはコンピュータープログラムとかこういう数理論理学ですか、論理記号でもうってやった、あとは数式なんかもそうですし、全部ね、最後もう言ってしまえばね、もうすべてね、科学におけるものも文学におけるものもすべて概念が結合して作ってるということ。そうするとじゃあその結合の仕方なんかが問題になってね、論証する中でどういう概念の操作によって、自分の言いたいことを証明していくのかと。
だからね、私はもうすごいびっくりしちゃうのが、もうね、このここで言いましたが、アリストテレスなんかはもうね、もう全部ね、もうちゃんと書いてるということでですね、でちょっと説明していきたいと思うんですけどね、基本的に人間の、ね、思考というのはね、演繹的な思考というのはね、これはどういうふうかと言いますとね、あることを言いたいときには、何かしらを証明したいときには、もっと一般的なね、こういう原則があるということを持ってきて、こういう結論に至るというようなんですね。一番有名なのが、ものすごい有名なのが、ギリシャ時代から有名なのが、ソクラテスが必ず死ぬっていうね、ソクラテスがね、人間であるということで、人間は必ず死ぬから、ソクラテスが必ず死ぬみたいなね、そういったことですね。結局だから、あることを証明したいときには、そのグループの中にそれが含まれてるから、こういう結論に至るっていうね。結局、なんて言いますかね、ある大前提があって、その中で小前提があって結論に行くようなね、三段論法ってよく言いますけどね、そういった方法で、証明していくということ。だけどこれもね、結構ね、問題点があってね、裏話もしてしまうとね、大前提も小前提も持ってきたものがね、違えばね、へんちょこりんな前提持ってきたら、へんちょこりんな結論に至っちゃうわけなんですよね。だからね、完璧なも論証じゃなくて、これも今のもね、結局、人にですね、説明して、インパクトを与えるために使ってるようなね、いうことだし、あと、機能法というのは結局、これはあれですよ、よく言われるのは、あれですよね。前に前例があったから、次にこうなるんじゃないかみたいな推測の方法なんですよね、結局。こう、あるものが来て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 、あるものが来たら、また次もそれが来るんじゃないかとかね。そういったですね、今まで起きたことを全部、言ってみれば、なんて言いますかね。簡単に言い方すれば、その、パターンですよね、パターン。そのパターンをですね、認識して、ああ、じゃあこのパターンに乗っ取ればこうなるよね、みたいなね。そういった思考スタイルです。だから言ってみれば、ある言語ではこういう、ある言語ではこういう、ある言語ではこういう、ある言語でこういう、こういう、こういうって全部は持ち込んできて、全部見てみると、ああ、じゃあもともとはこうだったんじゃないかとかね。そういう、あと、ここではこうなるんじゃないかとかね。そういったたくさんのその例を持ってきて、その中で物事を考えていくと、じゃあこうなんじゃないの？というふうに、予測するような方法だったり、その次のこの例証というのは、例を挙げて証明するわけですね。だから何かしら証明したいことがあれば、あ、これもこうなってる、これもこうなってるということで、もっと具体的な例をですね、挙げてですね、証明していく。まあ、一番簡単、面白いっていうか、普通の例では、例えば、ある言葉の使い方を見たときに、あるその言葉は、この文脈の中では、こういう意味で使われると。それで似たような文脈をいっぱい持ってくれば、ああ、つまり、これもこういうふうに解釈できるよねっていうようなですね。まあ、基本的には、だから、なんて言いますかね。人間はまあ機能的には考えないけどね、先ほどみたいにね、こうって来たらこうだろうみたいなね、前例に即して物事を考えるってことですけどね。これで、介護還元っていうのはね、これはね、あれです。いっぱい何か、今度は結局だからデータを大量に集めてきた時にどう見るかなんですよね。で、還元法っていうと、やっぱり、いろんなね、てんでばらばらデータがあーってあった時に、こういう仕組みで裏にはこう動いてんじゃないものがあれば全部がうまく説明できるんじゃないかみたいなね、発想でいくんですよね。だから結局は人間はだからそのデータをですね、どのような見方をして、そこから何て言いますかね、関係性とか論理的な関係性とか、その仕組みをですね、発見していくのかということなんですけども。まあちょっとそこでね、私は面白いことにですね、じゃあここも、この言葉いっぱい、ギリシャ語とアラビア語と、先ほどね、それとあとラテン語で書いたんですよね。この番号はね、アリストテレスがその言った分析論のですね、前書っていうんですけどね、これ中国語だと分析前編って言うんですけど、アナリティカ・プロテラって書いてありますけど、ギリシャ語で。
分析、物事を分析するときにどうしたらいいのかっていうのをね、前と後の、これは前と後の本で1巻目、2巻目みたいな意味だから、まあこれあれなんですけども、前の方っていうんですけども、ちょっとね、見たいと思うんですよね。それで、これなんか見ると、そうなんですけどもね、先ほどの言ったね、言葉をね、私はね、全部ね、すべてね、分解しましたと。先ほどみたいにね、結局ね、これ今言ったの私分かりません。なんか自分で説明しといて、ね、こんなこと言ったらみんな、がっくりきちゃうというか、椅子から転がっちゃうかもしれませんけど、今の説明じゃちょっとね、イメージが分からないと。まあ、最終的にはこういうことを、まあ、辞書を引いていただければある程度の説明は書いてあるんですけども、それだとちょっと面白くないからということでですね、全部この元々の言葉の起源からですね、全部分解してね、見ていこうということでね、資料をちょっとね、用意してまいったんですけどね。で、それ見ていくとですね、この演繹、これ、シロギスモスって書いてあります。ギリシャ語でね、書いてあるんですけども。じゃあ、この言葉はじゃあ、もともと何から来てんだと言ったらですね、この分解、シロギスマイから来てるわけですけども、これ動詞形ですけどね。こっち名詞形になってますけどね、演繹という。まあ、中国語の場合は、この演繹っていう、日本語で言うと演繹するっていう意味でも、演繹という名詞でも両方使いますけどね。ギリシャ語では先ほど見たみたいに動詞形と名詞形とかで、ここで最後のところで違うわけだけども、この旬という部分がね、これ、シンフォニーとかね、シンセサイズとかね、結局これ、シンテシスとかね、これ全部ね、一緒にとかそういう意味なんですよね。一緒、同じ一緒。で、まあ、最初に引用語がソムから来てて、これをサンスクリット語のサムと一緒だ、ハム、ペルシャ語のハムと一緒だ。でも、シュン、シン、S-Y-N、英語だとね、よく行きますけども。で、ロギスマイ、この部分はね、結局ね、ロゴスと、これ言葉って意味だよね。とか、言葉から始まって、理性とか、理法とかね、道理って意味だよね。で、そのね、言葉がね、面白いことでね、もっと分解するとね、レゴっていうことは、これはね、言うなんですよ、ギリシャ語で。言うってことをね、レゴっていう。ほいで、ラテン語のね、レゴはね、これはね、読むとかね、そういう意味なんですけどね。じゃあ、それじゃあどういう意味だったのか、もともとっていうとね、これはね、集めるって意味だったみたいなね、レクっていうね、これしかもトカラ語ではラックって意味だね、これ全部、LEG、この語根持ってね、これはね、集めてくる、そこからね、言う。だから、先ほど私が申し上げたみたいに、言葉っていうのは結局、ある人がですね、何かを主張するときには、言葉を集めて、くっつけて、概念を連結させて相手に投げるわけですね。私もいっぱい言葉使って一生懸命語ってますけど、これは結局私が言いたいことを、言葉を組み合わせて皆様に流してるわけですね。伝えてるわけですね。で、そのことによって意見が相手に伝わるということなんですけどもね。で、そう見ますとね、これは結局ね、言葉と同じくあるようにっていうふうに、そういうね、論理がですね、同じく しているようにと。だから結局先ほど言ったみたいに、大前提と小前提っていうのは、だから同じ構造、ソクラテスが人間であるということ。で、人間が死ぬということ。だから人間、ソクラテスは死ぬというようなね。言ってみれば、ソクラテスは人間であるは、ソクラテスと人間の、概念が、結びつけられてますよね。人間というその大きな集団の中にソクラテスがいるんですね。で、その中にも日本人もいるし、ギリシャ人もいますけどね。人間という大きな中にはですね。で、その次の考えてみると、何でしたっけ、人間は必ず死ぬというね。人間は必ず死ぬという、その人間と死ぬという、運命にあるっていうね。そういう考えが結びついてるわけですね。で、結局最後はそれをですね、ソクラテスが人間は死ぬって、人間を介してですね、ソクラテスが死ぬっていうふうに結びつけてますよね。ピンピンピンって飛び石みたいに言ってますよね。で、証明してますよね。だから結局ね、それはね、同じくしてるわけで、理を同じくするものをね、並べて証明してると。そういうことを言ってんだ、ということなんですよね。で、このね、アラビア語のキアス。これはどこから来たかというとね、これも面白いことでね、結局これ哲学用語になっちゃって、論理学用語になってますけどね、もともとね、QYA、
セム語っていうのは結局アラビア語っていうのはセム系語族っていうんですけども、その言葉はね、この3個のね子音をね返してね、これは語根になってるわけなんです。インドヨーロッパ語族はさっき見たみたいに、ここが語根でロギスマイ、ロギソマイ、ロゴス、レゴ、レッグ、この部分、レッグの部分、そこに引き継いで、これが語根だと。でも、アラビア語の場合は、QYS の間に母音をつけてね、QYS の間に I とか A とか母音がついてますよね。それでね、言葉をどんどん作って、あとは前に前置詞的にくっつけたりね、して、後ろとか。それで言葉をね、やってるんですよ。だからこの並びがあれば、子音の並びがあれば、似たような、今、例えば、カーサ、これはね、比較するって意味なんですよ。Q と R で Y が同化してますけど、S ありますよね。結局ね、これはね、比較するっていう言葉とね、同じ語根だということは、結局これは、ギリシャ人のこの言葉を訳しようとしたときにね、アラビア人たちは、自分は、これもともとね、法律用語だったんですよね。だからね、面白いことに、イスラム哲学においては、だから、イスラム法学っていうのがあって、法律学から、例えば、前にあったね、何かしらのその事件があって、その判例があるわけですね。判例があったら、その新しい事件が起きてきた。したら、結局的には、この判決はこう出ると。これ結局さっきのソクラテスと似てますよね。もともと、もう昔の判例がありますと。これはもう本当に前提としてありますということ。それで何かしらの、なんか今考えようとしていることがありますと。結果的にはこういう判決になりますと。今事件があります。判決になります。結局これね、キアースという、これ、法律用語だったということでね、比較する。前のだから、判例とですね、比較してですね、似てるものからね、じゃあこの判決はこのぐらいいくって。そうじゃないとね、みんなね、納得しないですよ、結局。だって、いきなり、気分でですね、今日はもう気分が向いてないからね、2倍ぐらいのね、刑にしとこうって言ったらね、社会の人怒りますよね、みんな。だからね、前にあった、なんて言いますか、判例、昔にあった、あと法源って言いますね、法律の源って言いますけども、要するに、聖典であるコーランとかね、そういったものからね、をね、に書いてある、いろんなね、規則が書いてあるんですよ、こういうことやっちゃいけないとか。こういうことやりなさいとか。で、そういうものから、類推して、要するに、このぐらいの、こういうことやったら、このぐらいの刑だっていうのを決めてたということで。結局、これは法律用語から始まる。だから結局、裁判とか、これはね、論証ですよ、結局ね。だから、結局、これに近かったから、この言葉に当てたんだということ。それで、これはね、ラテン語はまた違うね、側面からね、説明してると。で、デリュクティオ。デリューコ。なんだと、これは。デはね、外ですよ、これね。で、引用語だとデなんですけど、もうほとんど、このデは、ギリシャ語では接続詞とかで、なんとかだからみたいな、そういうのとか、接続詞で使われる言葉ですけども、なっちゃってますけども、こっちで見れば外。で、これはね、デュケーレっていうのはね、引っ張り出すっていうんですね。例えば、エデュケーションっていう言葉は英語でありますけどね、教育するっていうね、意味になっちゃってるけど、みんな暗記してるけど、エデュケーションもね、エクスデュケーレなんですよ。外にね、引っ張り出すということ。だから能力をね、引っ張り出すからね、教育になるしね。結局これはね、デデュー校はね、デデュケーレはね、外に引っ張り出していくんですよ。だから先ほど言ったみたいに、もっとですね、大前提のところから、ある、特殊な、事情の時に見た時に、そこから引っ張り出してきて、証明するっていうのね。そういったその、証明過程のその、プロセスにね、着目して、この言葉を当てたんでしょうね。だから、ギリシャ語とアラビア語とラテン語は、同じ演繹という言葉に関してもですね、全然ね、やっぱり違うね、同じ概念なのに、違う言語になると、違う側面から、その言葉とか、訳語を、見つけ出してきたと。面白いことですね、これはね、一つね。全く違う発想で、この言葉は、なってると。で、今度、こっち、なんか言うとですね、次、機能法。これはね、エパゴゲと書いてありますけどね、ギリシャ語でね。で、これなんだと、結局、エパゴ。これさらにね、これ動詞形ですね。さっきの、これ名詞形、動詞形。私は、
ないないするという形です。で、エピはね、近いとかね、そういうね、そういう意味なんですよね。から来てると。で、これは面白いことに、ペルシャ語のアピーとか、サンスクリット語のアピーとか、ラテン語だとオーブ。もっとね、これだとね、英語だとバイ。これバイっていうのは近いって意味だよね。これ全部ね、語源一緒なんですよ、これ、もともと。英語とラテン語と、サンスクリット語とペルシャ語。で、結局この引用語が出てますけども、これはギリシャ語ですけど、ただこういうの近いっていう意味があって、バイっていうとね、近い。もともとのこの意味は、その隣接したって意味だから、の前置詞だから。それで、行為がね、アーゴだと。だから、エピとアーゴはくっついてるわけで、エパーゴだと。そういうことでね、結局、この行為のアーゴはですね、動かすとかですね、なんて言いますか、推進させるとかね、という意味でね、でリーダーなんかはね、アゴスっていうね、ギリシャ語で、これはやっぱりみんなを引っ張っていくからじゃないですかね。で、アジャーって、なんですけど、同じこと言う。だからリーダーのことはこれ、あれですけど。だから結局、隣接したところから、なんて言いますかね、近くで行われるっていうことだから、ある現象がパパパパパパパンだったら、あ、これに似てる、近いから、こうなんじゃないのっていうふうに、そういう側面からこれは物事を説明してると、この名前を付けたと。もともとまあ、ギリシャ人が最初に付けたんでしょうね、これはね。先ほどの見たアリストテレスが。つけた。それでこれ見ると今度はね、イスティクラーとラテアラビアで書いてある。これはね QR っていうのはね、これは喉の方で出すなってことですけども、この、ね、3個のシーンだ。これはね、もともと調査するとかね、見るとか、あとは読むとかね、そういったね、カラーとね、こうね、こう同じシーンを持ってるじゃないですか。母音は違うけど、で最初に IS がついちゃってますけども、だから最初に接頭辞がついちゃってるけど、これでこの言葉自体はしかもヘブライ語のですね、同じだから結局これセム語なんですよ。みんなヘブライ語もアラビア語もヘブライ語もシリア語もですね、全てですね同じ語形だから、もともとの同じこのシーンもとこうあれ違いますけどね、文字がね。でもあれに直してしまえば、アルファベットに直しちゃえば同じで、やっぱり読むとかね、カラー、ニクラ、これもいろんなものをね、細かくね、私昔、ヘブライ語もアラビア語もちょっと興味あってやっておられますけどもね、これ細かく読むってことです。結局強く使う言葉です。それでシリア語だってね、これ読まれるものだからね、クリアーナって。で、しかもね、これはクルアーンだからね、コーランもね、これも読むって意味から来てると。だから結局全部これ同じシーンをも持ってるということでね。だから結局だからこの機能っていうのはアラビア人たちはですね、結局こう考えたんですよね。大量にその調べると。調べた結果、やっぱりこういう理屈であれば、こういうパターンがあるから、こうなんじゃないのみたいなね。そういうところから持ってきてると。大量にだから、データを集めてきて、ああこうなってるからこうなんじゃないのと、新しいこれも今までの経験則から言えばこうなんじゃないのと、なんて言いますかね、説得力があるだろみたいなね、そういう意味だということで、インデューコはね、ラテン語はね、インデュクティオ、まあこれあれですよね、さっきやれればね、引っ張るですからね、ここはね、全部ね、ラテン語の場合はデュークがついてるわけですけども、でインデューコ、これは機能するですけど、そしたら、ね、中にですね引っ張るんだと、今度はですね。それでまあこれはエンとね、ギリシャ語のあてヘンで、これは英語のインも同じですよ。これこれから来てます。結局ギリシャ語もラテン語も英語もゲルマンの英語も同じイン、中に引っ張ってくるということでですね。だから結局グループがあったら、その中に新しいこいつも一緒だみたいなね、引っ張ってきちゃうんじゃないですか。そういう発想でこの論証法についての何て言いますかね、名前をつけたということで、で今度は霊証法、これパラディグマ、これはね何なんだと言ったらね、今度は
パラデイクミってこれ動詞になってますね。で結局このパラはね近いって意味ですよね。あの意味で、でもっと古いあの隠語だとプレってなって、でしかもこれがねボン語だとプラで、でラテン語だとプラエ、あとはプレなんとかとかありますよね。あの英語でも接頭辞でラテン語系の言葉では、だからこれ接近した近い、あこれもやっぱり近いっていう意味であって、でこの部分後ろの部分この動詞の部分デイクミこれは示す何かを示すとか、だから結局ね近いものをね持ってきてね示すんですよ。だから霊障なんだよ。霊をね近いもの、そのある証明したいものに近いものを持ってきて、あこれもこうなってるからこうだぞみたいなね示す方法ということでですね、こういう名前つけたんだということ。それでアラビア語もこれ見るとね、見たこれはね結局ね MTHL でしょ。でこれがまたこれは近いに似てるって意味ですよね。で、見てる。これは類似。だから結局これは似てると。だから似てるって言葉から来てない感じに、似てるものを持ってくれば例として証明できますからね。ということで、あ、その方が来てんだ。で、ヘブライ語はもうやっぱり、ね、T の部がシュになってるんですよね。マッシュとかね。マシャールとかね。これ、結局ヒューとかね。これもやっぱり例字だから、例を示す。ヒュー、例えるとかね。もの。だからこれとこれと同じだよね、みたいなね。同じ近いもので。そうすれば相手は納得するわけですよ。ああ、知ってるよと。ああ、これと似てるんだ。ああ、そうなんだ。これもそうだよね。っていうふうにね、納得してくれるということ。それで、それは例を示すということですね。で、アブデューコーっていうんですけど、ラテン語ではね。アダクティオは、これは名詞形。TIO をつければ、英語だと TION ですよね。N がついてますけど、最後に。で、アドゥーコーで、アドゥはね、これはね、英語のアッと同じでね、それに対してです。だから結局ね、その示したいものに対してね、持ってくるんだということ、引っ張ってくる。ああ、こういうものを証明したいから、それに証明したいものに、ああ、これを持ってくればいいねって、だから例を持ってくるわけですね。ということで、そういう側面から表現したということと、あと還元法、最後の、これは、アパゴゲですね。エパゴゲに対して、アパゴゲ。これはね、結局ね、アパゴはね、アポと。まあ、最後の後ろのところはね、同じですね。行為と同じだけどね。だから書かなかったけども。最初のじゃあ、前置詞の部分。アポの部分はね、エポ、これから来てると。で、これは、非対等語のね、アパートね。サンスクリットのアパート。で、ラテン語のアブ。これはね、from とかね、of なんですよ、英語で言うと。だから of とね、全部ね、これ、of、of、upper、upper、似てるんですよね。これ同じ、ここから全部派生してるからということでね。あ、of だ。ああ、そっか、ということで。英語をね、皆さん一番、ラテン語よりも英語の方が身近だと思いますから。で、あ、ここからっていうことなんですよね。だから結局ね、これね、その、なんかの現象があったら、その現象から、見られることはこうだよねという、もっと仕組みとしてはこういうことがあるからこういう現象が起きてんだよねっていうようなね、証明の仕方なんですよね。だからこれ結局還元って言いますけれども、そこから行為っていうのはその思考行為のことを意味してるでしょうね。これはね、考えるっていう行為をね、もっとね、この中ではね、この昨日のこのエパゴゲーでもアパゴゲーでもですね、そういうことだと思うんですけども、それで説明してると。でしかもアラビア語、イティマールはね、これはね、フッ、ラルだから、運んでくるっていうね、言葉とね、関係してるということでね、これはね、やっぱり、思考過程をやっぱり意味してるのかなと、考えてる、その、あれ、この現象がこれが起きてきて、その中から、じゃあ、持ってくると、こういうことが言えんじゃないのっていうようなところが名前付けなんでしょうね、これはね。でアブリューコーは結局これは向かう、これ結局エポで、これもねさっき見ましたよ。これ結局、どこで見たかな、ここか、ここで見ました。それでアポと同じなんです。アブね、これこれですから、結局だからね、ギリシャ語と同じです。
アブとアポの部分はね。だから結局そうすると、そこから見られることはこうだということを引っ張ってくると、結論を引っ張ってくるという意味で、こうなんだということで、そういう、ね、システムで、大体ね、隠語っていうのは、ギリシャ語とラテン語に関して言えば、結局その、すごくね、なんて言いますかね、前置詞をよく使う、英語もまあそうですけど、隠語ですから。で、前置詞を使ってね、物の移動とかね、その、やり取りの関係がね、すごいイメージでね、言語にね、反映してるんですよね。だからよく英語なんか学ぶときでも、そうだけども、特に英語いっぱい前置詞ありますけども、全部ね、イメージで、アメリカ人もイギリス人もそういうふうに考えてるでしょうけども、言葉を選んで使うんですけどね、そういうふうにですね、ギリシャ人も、ラテン人もですね、ローマ人もですね、そういう思考で考えてたということで、で、先ほど言ったみたいに、ここにベッカーの何番で書いてあるのはですね、ここで言った私が説明したことはもう、ちゃんとアリストテレスは、私が日本語で、うわーって話したことはですね、アリストテレスはもうちゃんとこの本の中で書いてくれてるということでね、まあこれはもう喋っちゃったから、これはいいんですけども、それで、さらにこの番号とは何なんだと、24B の18のはね、古典をね、引用するときはね、必ずね、ベッカーさんっていう人がね、作ったね、こういうね、あるんですよ。アリストテレスのね、本をですね、いっぱい集めてですね、まとめてくれたと。すべてですね、きちっと写本をですね、全部写し替えて、こういう本に出してくれた。で、ベッカーさんがですね、ベッカーさんが、1831年ぐらいになった。で、ここのね、ページ数と A と B で、その何行目かまでね、ちゃんとね、示して書いてるんだと。で、これが本当のアリストテレスの哲学が、こういう形でですね、出版されてたんだということ。で、全部ね、指定してるんですけどね、場所。で、ちゃんと書いてあるんだということで、見てこれたと思うんですよね。結局、だから人間はだからそういうふうに考えたとき、でも、もうこれ難しい言葉いっぱい一個一個分析して考えたけども、結局はね、大量にデータがあったら似てるものをね、持ってきてね、それをね、証明したいものにね、理由付けをしてね、相手に見せるってことがね、論証なんです。もうこれ全部4個も一個一個細かいところで、結局でも機能と連証だって似て、ね、非常にやっぱりちょっと違うけれども、やっぱ基本的には人間は、あることを考えたときには、データを、どう見るかっていうね、ことでね、どう使うかっていうことでね、ちょっと違うけれども、結局は似たものを持ってきたり、それとあとは、もっと前提としてはこうなってるから、その中では動いてるものはこうだよねとか、それも似たものなんですよね、結局。で、示すと。だから、ここで分かってくることはね、面白いことは、言語もそうでしたけども、新しい概念を見つけたとしても、すべてね、古い概念を組み合わせれば、その新しい概念っていうのは理解できると。いうことで、例えば、なんて言いますかね、サイエンスってアイデアが出てきてもね、この味わうとか、近くするっていう言葉から、こういう言葉を作ったわけですよね、サイエンスケエンティア、サイエンス。こういうね、フィロソフィーだって最初にやり始めた人たちは、知を愛してだからこういうふうに言葉を作っちゃうと。だから、今まであるね、概念をね、組み合わせれば新しいね、ことをね、やり始めた時もね、名前を付けられるということで、だから私もね、KF スコラーもね、そうなんですけどね、やっぱりね、いろんな言葉を知っててね、いろんなね、概念をね、興味を持ってやってるとね、新しいものをね、理解するときにも、ものすごいね、有利なんです。いろんなこと知ってれば知ってるほど、ああ、前にもこういうのがあったな、ああ、じゃあこれに似てるのかな、これとじゃあ、そうすると似てる部分と似てない部分があるんですけどね。つまり、新しいっていうことは、ほぼ似てるけど、新しい部分がちょっとでもあるから、新しいと。それで実際ここでいろんなね、天才的な人が現れてきたけども、ほとんど 95% から 98% ぐらいはね、前のやった人の業績なんです。その中で、あ、ここはちょっとおかしいんじゃないかな、違うんじゃないかなって言って大幅に書き換えるっていうようになって、でもだとしてもね、アインシュタインが例えば、相対性理論を発見したと、見つけたと言ってもですね、こういうのはもう全部ニュートンさんとかもうちゃんとそういうアイデア、もっと前の、中世の人たちがそういった時空とかいうね、時間と空間とかそういう概念をですね、用意していてくれたから、その解釈をちょっと変更することによって、要するに新しいっていうかね、その、だけども、でも逆に言えば、元がなければ何も考えられないってことなんです、人間はね。だから、そもそも我々言語を使ってるわけだから、もともと先祖から伝わってきた言葉をですね、使って、また新しい思考活動をやってるわけですから、だから結局はね、この論証方式を見て私は分かったことはね、この結局ね、
新しいものを見つけるっていうのはね、相当古いいろんなものをですね、知ってる。例えばバッハだってそうですよ、この音楽、彼はものすごい素晴らしい曲いっぱい書いたけど、モーツァルトだってそうですけどもね、すごい私思ったことはね、芸術においても、あと書では言えば大岸だってそうですけどね、顔真もそうですけども、こういったね、ものすごいね、創造的だと、普段天才的だと普段普通思われてる人たちはですね、そういう業績はものすごいね、過去のね、いろんなことを知ってる、それ彼らほどね、やっぱりね、新しいものをね、やりだした人ほどね、過去のことをいろんなことに精通してた人はいないんですよ。大体ね、過去のね、いろんなことでね、もう忘れ去られちゃったものをね、もう一回ね、そこがインスパイアされてね、また使ってたりとかね、そうしてるんですよね。だから逆に言えば、ね、マンネリズムになってしまうっていうのは、今の現代 の考え方とか、今現在の考え方だけでもう動こうとするから、もうダメになっちゃうんだけど、逆に言えば過去から持ってきたらね、意外とね、時代が変わってるからね、古いものはまた新しく感じられたりしてね、面白かったりね、して。だから、ね、人間っていうのはね、すごいね、慣れたものでね、うまくいかないときはね、いろんなね、また別のところからね、発想してね、考えてね、やってみようじゃないかとかね。そういうことなんですよね。だから結局それで論証するっていうのは、結局どういうことかって言ったら、新しいことを人に説明するときでもね、結局やっぱり過去のことでね、やっぱり過去のことについてね、それで説明するのが一番人に伝わりやすいんです。なんでかって言ったらね、なんて言いますかね、人間はやっぱりね、何かを理解しようとしたときにはね、その理解をするというのはどういうことかというとね、その中の構造とかそういうものをね、認識しようとしてるんですね。で、そう言って考えたときには、一番馴染みのあるもので言ってくれば、ああ、あれと一緒かと。だから結局それは霊障なんですよね。だからね、霊でね。ああ、知ってるよと。そうすれば相手はすごい納得してくれやすいと。あとはこの演技で言えば大前提で、あ、こういう前提があるよねって言えば、あ、そうだよね、それはそうだよってね、人はね、納得してくれる。だからね、すごくね、思考方式っていうのは、これ結局は、ね、論証って言ってますけどね、探求する上でもね、結局古いものを見た時もね、その新しいものを見た時も何でもそうなんですよね。今まであるね、自分の頭の中のね、いろんなね、その蓄積によってね、それに、ね、対してね、ぶつかっていくんです。で、結局何ですか、この探求というのはどういうことかと言ったらね、結局ね、自分が今ね、持ってるね、道具を使ってね、探り当てるんです、いろんなことをね。だから言ってみれば、なんか新しいその宝探しをしようとした時にね、金属探知機があった方がね、コインがね、遺跡に起こってたらね、ピピピピってね、反応しやすいわけです。そういう道具があればね。で、もう何にもね、なくね、道具もなくね、もうあちこち掘ってたらね、ダメだということで、だから何かをやるときはね、結局ね、すごい道具が大事だということでね、その中で私は見てるんですけどね。で、例えばここで、なんかでね、どこだったかな、これか、ここでね、すごいアリストテレスが、あとのトピカというね、結局オルガンというね、アリストテレスは論理学のね、一番最初のところの著作のところにあるのはね、全部、結局論理学っていうのはね、物事を探求するときのね、彼も言ってる道具だと。オルガノンっていう、オルガノンっていう言葉自体がこれ道具って意味なんですよ、結局。だからその中にあった、ことで、言うとですね、人間は結局ね、なんて言いますかね、人に、ここですね、ここか、こんなところで言ってますね。で、人間がね、例えば人に何かを説明しようとしたときにはね、結局馴染みやすいというかね、結局相手が知ってることで説明をですね、してやればですね、相手はね、一番ね、分かりやすいんだと、そういうこと書いてるんですよね。それで面白いことに、あ、ここなんか見るとね、これ面白いのは、これは記憶とね、何ですか、これは思い出すとか想起するとか、英語でもレミネッセンスって言いますけどね。で、ここで、言ってることはね、結局このメモリーにね、記憶にね、すごいね、特化した人間っていうのはね、結局ね、だいたい鈍いんですと。で、このね、想起する何かをね、パンとね、なんて言いますかね、思い出す、でいろんなことをね、見た時にね、あ、こういうのもあったよね、あ、こういうのもあったよね、こういうのもあった、だから1個のことをなんか見た時に、それが入ってきた時に1を聞いて10をするみたいなね、あった、これもあったね、こんなのがあったね、あんなのあったねっていう方がね、どんどん話もね、膨らんでってね、面白い
人間でもあるしね。でそういった意味で結局なんていうんですかね、そういう 人の方がね、敏捷でね、諭し、要するに、賢いんだと言ってるんですね。だから、言ってみれば、アリストテレスが言うにはですね、結局、今、なんかみんな勉強しようとするとね、ものばっかり覚えるんです。いっぱい、あれだこうだ、あれだこうだ、もう知識ばっかり覚える。でも、それはね、鈍いんだと、そういうことをやってるのはね、はっきりね、言われちゃってると。なんていうんですかね、要するに知識いっぱい貯めてもね、しょうがないと。それよりもですね、パン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 って何か見たときにね、いろんなことをね、想起する、思い出す。そういう人の方がね、パンパンってね、賢いんだと。で、しかもね、すごいここで、これはね、オルガノンの中の一個で、考証の方で、分析論の考証ですけどもね、ここで言ってるのは結局ね、こういうことなんですよ。賢い人っていうのはね、なんて、頭脳明晰だっていうね、人間っていうのは、結局、なんかをね、見たときにですね、すぐにその原因をね、パパンってね、思い出しちゃうと。さっき言った、これですよね、還元とかね、アパゴゲード、これ、還元。いろんなね、知識がいっぱいあったときに、こういう現象もあるか、ああいう現象もある。そしたら、もともとこうだったのかっていうようなね、原因をですね、ピューンって思いつくような人間っていうのはね、これは頭脳明晰な人間であるということでね、それもちゃんとね、書いてるんだと。いうことでね、それで、面白いということでね。で、そうそうそう。これで、ここに書いてあるのは、今見てみますとね、結局これ人間がね、人にものを説明しようとしたときはですね、相手がですね、よくね、知ってるもの、要するに、相手に馴染みやすいものでね、説明してあげるとですね、講義をするときにはね、一番ね、相手に心に響くんだっていうことが書いてあるんです、ここにね。でこれどういうことかというと、私がよく言ってきたのは、アルスニーガーの方のそうでしたけどもね、こういうことだったんですよ。結局、中学生で分かる言葉っていうのは、結局日常会話で使ってる言葉ですよね。今も気をつけてるわけですけども、すべて専門用語が出てきたらですね、日常会話で使ってる言葉で、すべて徹底的にですね、解釈するわけ。で、それで相手に伝えれば、中学生が聞いても分かると。いうことだから意外とね、このね、昔のその哲学のこのアリストテレスの言葉の使い方もそうですけどね、ものすごいこれ日常生活で使ってる言葉ぐらいでね、相当高度な哲学をやってると、みんななんかもう専門用語ばっかりでやれないんじゃないかと思ったらね、逆に私はギリシャ哲学に興味持ってるのはね、ものすごいね、あれなんです、言ってみればシンプルというか、その非常になんて言いますかね、素直な言葉でね、日常生活の言葉でね、いろんなものを考えてる。だからね、逆にね、古代の人の方がね、もっとね、すごい面白いんでね、根源的じゃないかなと思っていてね、どんどんどん専門家が進んでいくと、もう専門用語ばっかりでもう分かんなくなっちゃうということでね、やっぱり当時の古代哲学の面白さっていうのは、本当に人間の思考とかどう考えたのかを、本当に分かりやすい言葉で、もうはっきりして、で、ここに書いてあるのはね、どういうことかですか、こういうことなんです、結局。トピカで書いてあるのは、相手がですね、例えばね、反論してくるとかね、するのは、論理に欠陥があるわけなんですね。論理に欠陥があるっていうのは、相手が結局納得できない状況っていうのは、曖昧な部分があるとかね、論理が間違ってるとかね、いろんな理由がありますけど、さっき言ったみたいに、誤謬ってね、エラーがあるということ。それはね、結局ね、相手にね、主張する前にね、自分のね、中でね、なんて言いますかね、もう徹底的に、ね、攻撃するわけ。自分の要するに相手に説明して、言ってみれば、私が言ってみれば、何か相手に言う前に、自分の頭の中で今自分が成した結論なり、思考過程は全てにおいて、例えばデータが合ってるのかどうかとかね、でこの論証がかなり正しいのかどうか、かなりあやふやなのか、あとはかなり硬いのか、そういったですね、ことをね、もうずっと頭の中で考えて、相手に話すときは、確実なことだけ話そうということなんですよね、結局。で、これはね、大事で。で、探求する中でもね、結局、できる限りね、ものはですね、明瞭な状態でですね、曖昧な部分がない。だから結局、だからここも関係するしてくるけれども、もう本当に中学生が分かるぐらいの、本当にね、日常会話だけでも、使うだけの言葉だけで全て
頭の中で考えたものをきちっとね相手にね話せるかどうかまでねしたいやってね、その中の論理構成、話の流れもうすべてね明瞭になった上でやってくださいよということで、ね、書いてあると。で、あ、これは面白いんだよね。これすべてのね人間がですね、まあ、もうねしょうがないと、もうた知ることがね、自然に知ることがね好きなんだということで書いてある。探求がね、人間は基本的にはね、うん、何かをね知りたいっていうねことなんだということで、ね、しかもここに書いたのが笑っちゃうのがですね、結局ね、いっぱいね哲学っていう言葉いっぱい出てきますよね。このフィラここにもここにももういっぱい出てくるんだけども、ここも結局ねこういうこと言ってるんですよ。これはね、この本はアリストテレスがまだプラトンと一緒にやってた頃、結構若い頃に書いた本だって言われてて、結局哲学とは何かについて書いたところでね、これは何言ってるかと言いますと、今で言うとですね、結局哲学をですね嫌いだって人が当時いたらしいですよね。まあ今でも言いますけれども、で結局でも基本的に哲学っていうのはね、要するに嫌いだって言うんだったら、そのなぜ嫌いなのかをね、探求しなきゃいけないということで、なぜ嫌いなのかを探求するとですね、結局ね、こういうことなんです。なぜ嫌いなのかっていうのを、なぜっていうのをね探求していかなきゃいけない。そうするとそれ自体がもうね結局哲学になってるということでね、結局人間はねどちらにしてもね哲学やんなきゃいけないということで言ってるわけなんですよね。かなり笑っちゃうけど、で結局ね人間はね最終的にはねやっぱりね探求するんです、結局。だから相手にね、例えば何かを説明しようとした時にはね、はっきりね理由もねきちっと分かった上でね話しなきゃいけないんですよね。じゃないと相手はね分かってくれない、相手は、ね、納得してくれない、同意してくれない。だからね結局同意、相手に対して伝えた時に、相手がそれをすごいそうだなと思えるようなことをやるにはね、結局ね探求してね徹底的にね自分自身がね発信者が分かってないとダメだということなんですね。だから人間はねもう結局はね哲学するんだとしかももう人間っていうのは基本的にはもう知りたいんだと、うん、だから結局これ見たら私思ったのね、これメタフィジカの刑事哲学っていう本のね一番最初のところに書いたんですよね。アリストテレスのね面白いのはね、結局ねこれもなんだよね、もう最初のところでね面白いこと言ってるんですよ、結局この結局大きなね意味でね。だってこの刑事哲学言う時にいっぱいこの後にものすごいね理論的にいろいろ組み立てていくんですよ。で、あれ私がね例えばアルスティネカの中で一個の問題について説明しようとした時に、もう徹底的に分析して細かい要素に切り分けて全てのその資料をお見せしてお話しするようにしてるんですよね。それどうしてかというとね、これはねアリストテレスのね、こういったね、刑事哲学とかね、こういった書き方をですね、私はね、なんて言いますかね、学んだんですよね。私はね、この本から学んだことはね、結局アリストテレスが学んだ、普通の人はこうだと思うんですよね。例えばアリストテレスを研究する人は、アリストテレスがどういうことを考えて、その一個一個の軸に、言葉の使い方とか、もう一個一個のあれを分析して考えて、ああ、こういう思考会議だって、そのもの自体を研究するけども、私は違うと。見方がですね、彼は何をね持ってね、こういったね本をね興味持って書いてね、何を言いたいんだということをもっとざっくり見るんですよね、私はね、その仕組み。そうするとね、彼はねこの本を書いた時はね、刑事哲学ものすごいね、自分が言いたいことをね言う時にね、いっぱいのねたくさんのね細かいね要素に切り分けてですね、もう一個一個ね説明して、で最後にまとめますとね、こういうなんですよっていうね言い方してるんです。でこれすごいね説得力あるんですよ。結局さ結論だけパーンって言われちゃうとね、読んでる人は分かんないんですよね。じゃあなんでこういうふうに考えたのかっていうこと。だそれをすごいねアリストテレスはねデモンストレーション証明って言いますけどね、デモしてる、ちゃんと見せてくれてると。だから彼のね本はねすごい面白かった。で、相当の説得力があったわけです。だから何千年もやっぱり動き合わなかった。その彼が。でも、ただし、今の科学とやっぱり違うところは、当時知られていた、その知識の中で彼の言った言説はもうほぼ完璧だったわけです。でも、今の人は、その、今知ってる知識から言えば、合わない部分もあるということで。でも、だからね、大事なことは、こういう古い古典を見るときは、その内容よりも意外とね、その思考回路とかね、思考過程をそうやって見て、本の作り方を見た方がね、学ぶべきものが多いんじゃないかなと思ってね、そういうねちょっとね違うですね
観点からですね、ものを見て、行くのが面白いということをね、ちょっと、ね、ケープスコラーでね話したかったんです。それで結局ね、このここまで来ましたよね、体系化と来ましたけどもね、結局このアリストテレスのですね論理学もそうだったし、ユークリッドのですね幾何学、簡単な公理からですね全部説明したいと。あとパーニーという人のね書いたね、この八辺の文面っていうね、結局パーニーというのはインド人でね、サンスクリット語をね、文法をね書いたんですよ。でそれをね、もう本当にね全部ね規則をねいっぱい書いてあって、それを全部使えばですね、コンピュータープログラムみたいにね、すべてのね言葉やね 文のね作り方がねちゃんとねできると。ここパーニーっていうのはめちゃくちゃ頭良かったということで、普通文法を書くとするとですね、こう書いちゃうわけですよね。いっぱいその、例えば何かを文法、英語の文法でもそうだし、何の文法もそうだけれども、日本語でもそうだけども、こういう規則がある、こういう規則がある、こういう規則がある、こういう規則でいっぱいね、書きまくる。でもね、書きまくりまくるとですね、結局何が起きちゃうとかいうのはね、ただね、いっぱいね、知識だけが羅列しちゃうということ。で、それじゃあね、どうしようもないと、取り留めない、つかないということでね、彼は何をやったかというとね、逆の発想なんですよ。いっぱいのね、現象が起きるんですけどね、要するに文法というのは、言語が人間を使った時に、その時にどういう現象が起きるかどうかを説明するんですよね、文法は。それで、それを説明しようとした時にはですね、根本的なその仕組みの、このような単語が出てきた時に、さっき見ましたね、動詞から名詞にする時には、イアンにして、それをした、ラテン語では TIO をつけた。で、動詞が名詞になった。そういうですね、一個一個の細かい分割した要素をですね、全部羅列して書いたんですよ。で、それはね、当時ね、インドではね、結局紙なんか、培養っていうんですけどね、まあ、これ、ここで見ちゃうと、これがパーニーのね、アスタ・デア・イ。これ、アスタはエイツと一緒だよね、英語のエイツなんですが、こういうね、培養で書いてたんですよね。結局だからこういうねもので書くとね、やっぱりね、あんまりたくさん書けないし、だから節約して書かなきゃいけない。でもっと前はね、パーニーの時代は多分ね、もしかしたら口伝で伝えたかもしれない。お釈迦様の言った言葉なんかもみんな詩文みたいにして口伝でね伝わって、あるところで文字化されて全部こういった本になりましたよね。口伝で伝わったものを血獣といって仏典をね結集した時、そういう人インドではね、ずっと口伝えでやったりするときにはね、あんまり細かいことをね、あだこだあだこだ言ったらね、覚えられない、みんな相手が。だから大事なことだけをね、エッセンスだよね、それでやったんじゃないか。それでこの子に書いてあることはもうめちゃくちゃね、これはね、グランタ文字って言ってね、また説明しちゃうからあれですけど、サンスクリット語をね書くときのね、南インドの方のね文字でしてね、これはね、まあ普通使ってるのはデバナーガリ文字って言ってね、北の方のねインドの使いますけどね、実は結構私こっちの文字の好きで、例えばこれがサンスクリット語の1804年かぐらいにこの人が書いた、ラテン語で書いたサンスクリット語の何ですかあれ、文法書なんですけどね、ここにこのグランダ文字で「あ」はこれ書くって全部書いてありますけど、これでね南インドの書いてたんですけどね、これで。ですけども、まあ基本的に私が言いたかったのは、このパーニーは結局だからそういった今で言うとインド人はやっぱり相当頭良かったんですね。でもう一個はね、サンスクリット語っていうのは結局ね、さっきの文字の体験も見てもそうだったんですけどね、さっきのインドヨーロッパ語族でもそうでしたけどもね、サンスクリット語の単語っていうのはね、結局3から5ぐらいのね要素をね組み合わせてね、長い単語に作ってるんですよ。だから結局ね、さっき言ったみたいに語根に分けられるんですよね、分化して。英語もそうでしたね。が失礼しました。ラテン語とギリシャ語もそうでしたよね。まあ、古い言語になればなるほどね、もう一つ言えることはね、すごいね、文法がね、なんて言いますかね、しっかりしてるんですよ。でもう、どんどん後になってくるとね、なんかぶっ壊れてくんですよね、言語はね。どんどん使っていくうちに、どんどん簡単になっていっちゃうんですよね、言語はね。あと、音も流れちゃうし、で短くなるし。で、そう見ると、サンスクリット語とかね、ギリシャ語とかラテン語はね、かなり古い言語ですね。だから、文法とかすごくね、コンピュータープログラムみたいにね、完璧になってるんです。でも、どんどん使うとね、人間が使うとやっぱり、あれだから、英語とかね、後の言語だと、やっぱりなかなか難しいところあるんですが、言語自体のその、
システムもね営業してるし、あと巨神の説問開示ね、私あのアルスシニカの方でよく見てきま、言いまし出しましたけども、これは我々が使ってるあの部首法といって、あの部首漢字のその辺と作りに分けて、で部首で全部漢字をですね体系的に説明したわけですね。結局こういった人たちはみんな大量の知識、大量の漢字を説明しようとしたときには、部首に分けて、それで全部分類して、ああ、これは糸編だと糸に関係するとか、水編だと水に関係するとか、そういったですね、カテゴライズして、言ってみれば全部の、そうですね、そういった、大量の現象を少ない要素で、説明したいと。そうすると、体系ができるということでですね、その分解と、言ってみました、アナリシス。アナリシスと、センテシス。これ結局ね、分解と、ね、合成だと。物事っていうのは言語もそうだったけども、先ほど言ったように概念が結合されて作られているということ。だったら結合された概念は、一個一個の要素に分解するわけね。ギリシャ語のアナリシスは、アナが完璧にですね、分ける。で、レソリューション、ソリューションとかね。これはね、これもやっぱ分けるって意味ですね、このね、結局。例はこれは脅威でしょうね、強調するんでね。だから結局何ですかね、溶解する物質をですね、水の中に溶かすことをこれソリューション言いますよね、溶けるっていうかね、だからバラバラになるって意味なんですけどね。だから結局物事をだから今私がこの言語をね、言語単語をね理解したいときにも分解して考えてましたね。何に見ても分解した方がね、どんどんどんね、その根本要素に分かってきてね、その結合によって、ああ、この言葉や何やりは、こういう意味なのかっていうのがね、分かってくるわけです。それで結局は全部は、じゃあ今度は再構成しなきゃいけない。学問全体のとか、そういった言葉とか全体とかもですね。で、そのシンテシスで、ね、この、シュヌは、さっき見ましたよね、シュヌ、これは一緒だと。合わせるとかね。テシス、これは奥なんです、ギリシャ語ね。英語でもテシスって学術論文なんかもね、この言葉から来てますけど、奥、だから一緒に置くから合成なんだよ。これ英語でコンポーザーっていうと、あれですよね、作曲家とか言いますけど、あれ音をですね、コムは、これはやっぱり旬と一緒で、一緒に置く、ポジティを、これ、置くなんですね。だ結局だから一緒に置く、だからコンポーザーは音をですね、モーツァルトなんかは音を楽譜の上で置いたからですね。だから日本語で言うとなんか作曲家っていうふうになっちゃってるけど、もともとこれは置く人っていうなんですね。だから結局合わせるいう分割した要素の音をですね並べればですね音楽が構成されるっていうね、そういうね、やっぱ西洋のね、ギリシャとかラテンとかね、こういう発想っていうのは結局ね、こういうね、分解と合成によってね、物事を理解すると。基本的に先ほど見てみたいに、言語学的に見ても、その言葉自体がそうできてましたもんね。この人たちはね、インドヨーロッパ語族は、ギリシャ語もラテン語も。だから結局ね、言語にね、やっぱりね、人間ってね、引きずられて物をね、思考がね、考えられると。日本語はだからね、日本人はあんまりこれね、得意じゃないですよ、やっぱり。日本語はね、相当違う発想で作ってますね、言葉をね。だからやっぱり違う言葉を学ぶとね、いろんなね、我々自分の文化と違うね、その発想とかね、の仕組みでね、ものをですね、考えることができるということでね、このなんか結局さっき言ったのもうギリシャ語のパップスというね、人が先ほどのユークリッドに対して書いたね、パップスってこの有名なパップスの定理って幾何学でありますけどね、そのパップスですけども、結局幾何学を結構研究した人で、だからアナリシスとシンテシス、私が今日本語でバーって説明したことがちゃんともうね、もうこの人紀元後ちょっとぐらいかな、なんですけども、ね、もう2000年も前にですね、もうちゃんと考えてやってたということなんですね、が考えられて面白いなっていうところと、それで結局そうするとですね、分解したところによると、分解どん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 していくとですね、コーリーというですね、このアークシモア、これがエキソンって英語で言いますよね、これ結局ね。で結局これは素定するとかそういう意味かな、もともと何かを想定する、要するに何か、構造をバーって作っていこうとしたときには最初にこれを考えておこうとそういう意味なんです、うん、だからそれがコーリーっていうふうにね、なんかコーリーっていうとなんかすごいなんかあれですけども、
本当にね、ギリシャ語とかね、ラテン語とかね、本当に当時のね、学問をやった人たちはね、身近な言葉でね、そうやってつけた、ああ、置いとこう、みたいな、その、もともと考えとこうと。で、そこから、セオレムですよね、テオレマ。定理を導くと。いっぱいその、根本要素のところから、いっぱいのですね、現象をですね、証明していってですね、これとこれはこう、これを組み合わせればこうだからこうだ、こうだって、ユークリッドの幾何学見れば、中学校とかでは少し習いますけどね、これね、分かると思いますけども、本当に線とは何か、点とは何かとかね、そういうのの定義から始まって、それで、これは線はこうしよう、こうよう、こういうところは交わらないとか、なんとかとか、もう本当にね、基本的な、もうこれだけは認めようっていうところを始めて、それをどん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 組み合わせていって、定理をいっぱい導いていくと、そういうシステムでね、考えたと。それを結局、これは分解の合成でね、できてるんだと。ゆっくりとそこまで自分の本人の中で書いてなかった。でもね、予見っていう本があってね、これダーダっていうのはさっきのデータと同じでね、これは与えられたものという意味で、じゃあ何をじゃあ想定すればですね、この仕組みをですね、理解できるのかっていうのをね、よく分析した本があったけど、もっと後の人が、あ、これ結局彼の頭の中では物事を、幾何学のいろんな定理あるけれども、いろんなことをですね、分解して、細かいところに分解して、それを組み立てるようにしてですね、一個の体系を作ってんだと。ということは、結局体系化をするっていうのはね、人間が例えばたくさんの知識を大量に集めてきて、それの、あれをまとめていくっていうのは、結局はね、基本的にこれだけは認めようっていう、ルールを作っといて、その中でその動かしていけば全部が生まれてくるみたいなね、そういう発想でね、彼らはやったんだということ。ああ、それもすごい、発想だなと。それとあと人間が面白いのが、もう一つ面白いのがですね、例えば、ここに書いてあるのもそうだけども、拡張、何かね、物があった時にはね、そこのね、中の体系だけじゃね、物足りなくなってきちゃったらね、今度はね、新しいものを見つけた時もそうだし、あれですけども、どんどんね、拡張していくんです。概念を。その拡張の仕方はどうして拡張するかというとですね、類推すると。先ほどだから結局、新しいものにも証明するときにも、その、例をね、似たようなものを預けてきて、人に説明するって言ったけど、まあそこから出てるかもしれないけども、アナロギアというと、アナロジー、英語で言うね。アナロジーでね、私これね、すごい大事にしてるんですよ。なんでかって言ったらね、結局さっきアリストテレスも言ってましたけどね、普通ね、どこでもそうですけどね、なんか学校とかで勉強するっていうのは結局ね、知識ばっかりね、いっぱいね、覚えてね、それで、テストがあってね、それで書いてね、やるっていう、それだけやってね、その中でね、それがいっぱい覚えられた人間がね、強いというかね、テストがいい点取れて、それで、みんなから褒められると、そういうシステムになってます。もう、すごいめちゃくちゃ簡単に言ってしまう。だけどね、基本的にはね、本当は、それをどんどん突き詰めていくと危険なのは、結局、今ある知識とか、今あるその、パラダイムの中、その発想の中ではですね、それはうまくいくけれども、新しいものができたらね、それね、対応できなくなっちゃうんですよ、それやると。なんだか言ったら、本当に新しいものだから、今まで覚えたことと、なんて言いますか、合わないから。だから、そうするとね、もうね、右往左往してしまいますよね。もうどうしようもなくなっちゃう。途方に暮れます、となっちゃう。これ困ったと。だけどね、昔からね、こういう賢人たちがやってきた発想というのは、大体ね、このアナロジーなんですよ。結局、アナロジーっていうのはどういうことかというと、結局、アナっていうのが、このなんとかの上にとかね、そういう意味でして、あってね、ロギアね、さっき見ましたよね、ロゴ、ロゴス、ロゴ、ロゲ、これ、言う、道理とか、あとは、理法とかね。だから、この上でって、だから結局ね、そのシステムの、今まであった発想の、それの、これと近いところでね、ポンって、一個ね、アイディアをね、出してくるということなんですね。アナロジーっていうのは結局だから、新しいものを見つけたときとか、自分が新しいものを見てこうとしたときは、結局ね、昔にあったものでね、それを理解したり、見つけたりするということで。だからできればね、その大量のやっぱり、そのデータがあった方がね、結局、あれなんですよ。新しいものでも適用できると。ただデータがあるだけ、持ってるだけだったら宝持ち腐れですけど、その中のデータの中を徹底的に分析して一生懸命、その仕組みを分かっていれば、新しいものが出てきても、ああ、そうか、一緒だみたいなね、
これで昔の例えばインド人なんかはね、このあのニャーヤストラって書いてありますね。ニャーヤ学科って言うんですけどね。面白いことでね、インド人のね、論理学っていうのはね、アリストテレスみたいなこの、あのサイロジズムって言いますかね、この、シロギスモスを英語で言うと。で、それの中だったんですけど、インド人はね、どっちかというとアナロジカルにね、どっちかというと霊障をね、あのでね、証明する方を好んだらしいんですよね。で、ここに書いてあることはね、結局、証明するときっていうのは結局その、霊を持ってきて、それと、あ、これと似てるよねっていうと、証明できるっていうようなことを書いてあるわけで、サンスクリット語で。で、そうすると、これは、ね、インド人はそういう発想なんだということがね、言えてですね、文化的にも少しね、違うんですけどね。でも、アリストテレスとか、そういうすごいギリシャ人たちやアラビア人たちもみんなね、やっぱりすごい新しいものが生まれてくる。面白いことに、人間が新しい文化が生まれるとかいうね、瞬間っていうのは結局、どういうことかというとですね、間違えて言葉を使っちゃったりとかね。例えば、間違えるにしても、大きなめちゃくちゃな間違いはしないんだけど、少しその意味が、ちょっと違うように使われて、新しい意味を言葉が獲得したりですね。それっていうのそれとか、あとは、先ほどの言葉の名前の付け方もそうだったけども、新しいサイエンスでもここにあるから何回もこれ出てきてますけども、こういう新しい発想があった時には、今まであったね、近いね、そのアイディアからそれを言葉をね、新しい言葉を作るわけでね、これはアナロジーなんで、結局ね、先ほど言わなかったけれども、というのは古いその味わうとか知るとか知覚するとか認知するとか、そういう言葉から、あ、やっぱサイエンスっていうのはやっぱり知るって意味なんだと、ね、すごいそのそういうところで、科学っていうと全然ねもう違うんだよね、これ漢語で当てた時にやっぱりこれ全然インドヨーロッパ語族のこの言葉だとね、漢語が違うからね、一生懸命考えたんですね、当時ね、人が。だから全然違う風に変換されちゃって、もう科学っていうとなんかもう全然あれですけれども、もともとは知るって意味だったと。とかね、そういった新しい哲学やり始めた人たちはね、言葉作っちゃったと。それは今まであったその、知という言葉もあったし、愛するはもう、知、愛するからもう、フィロソフィアだと。これアナロジーなんですね、全部ね、結局。だから新しいね、発想とかね、生まれた時にね、名前を付けたり、新しい発想自体を生まれるのもね、言葉の意味を少しね、変えて使ったりね、よく中国ではありましたよね、文字学で、例えば、つかむっていうところから、ちゅうって言って、つまみになったり、つまみの紐になったりとかね、そういったその似たような概念がね、ボンボンボンってどんどんね、なんていうんですかね、拡張されていくんですよね。その漢字はものすごい、だから多義って多くの意味がある。一つの漢字にはいろんな意味があるっていうのはですね、もともとあったコアのイメージから、どん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 ね、その似たようなイメージにどんどん拡張していったと。それはアナロジーだったということ。で、言葉の人間の使い方もそうだし、新しいものを見つけるときにも、このアナロジーはもうね、何回も連呼してますけどね、ものすごく大切だということ。だから今、どっちかといったら私もね、このアナロジーをね、訓練するわけですよ、常に。だから、いろんなそのものを見たときでも、ただそのことを知識として得るという学びではない。そうじゃなくて、あ、こういうのもあったな。あ、さっきアリストテレス言ってましたね。なんかを見たときには、パパパパパパンっていろんなものをね、想起してね、思い出して、あ、こうもあった、こうだな。あ、これに似てるな、こうだな。そういうね、発想をね、いっぱい出してくるね。それはね、訓練なんです、結局。いっぱい逆に覚えてばっかりだとね、そのね、何でもかんでも、ね、暗記すればね、解決すると思っちゃうわけです。でもね、ところがどっこいで、そうはね、問屋が下ろさないということで、ね、世の中はね、ものすごい難しいことばっかりある。もう今はもう世の中がもう今ドラスティックに変わってる。そういう時代においてはね、そのね、古いね、知識はね、覚えるってこと自体はね、どうしようもないと、対応できなくなってきた。アナロジーの時代が来たということでね、話してはありますけどね。それで結局ここまで来て、それで実証主義と。で、さっきもう全部ね、話したんですよね、これ。結局ね、最後ね、ここで資料を探求してって、資料を比較して、で、理論を考えるわけですね。これを説明するためにはどうか。まあ、この考えるって言っちゃったけど、結局はね、この言葉で言えば還元法ですよね。さっき言ったね。資料を大量に分析して、集めて分析した。その中で、こういう仮説が得られるんじゃないか。これね、還元法で言ってるんです、結局。さっき言わなかったけども、あんまりね、こっちで出てくるから。それで、相手に説明するときには、仮説なんかをですね、
それは霊障をしたりね、こういうのも、こういう例もあるよね、こういう例もあるね。だからこのいった仮説というのは成り立つじゃないのっていう説明したりね。で、この結局仮説を見つけるときにはね、大量の資料からね、そのね、法則性を見つけるっていうのは結局機能法なんですよね。機能をしてるんですよね。だしね、あと演繹っていうのはね、結局ここで説明しようとしたときにはね、まあこの中でもそうですよ。仮説、先ほどアリストテレスで言ってましたよね。人に説明する、論証する以前に、自分のところで徹底的にこの仮説が合ってるかどうかをね、攻撃しなさいと。徹底的に、で、それでも耐えたものを相手に投げなさいということですよね。だから結局、その中で、そうしたときにですね、結局ね、実証主義っていうのは結局ね、これは、今まで思辨的なその哲学をやってきたって言ってたんですね、中世ぐらいまでですね。そこからあとは実証科学になってて、で、それを切り開いたのは、アルハイサムでしたけども、結局このね、仮説をね、説明、うまくいくかいかないかっていうのはね、自分の中で考えるときもそうだし、人にもそうですけどね、その自然が証明できるかどうかが物理学で言えば、どんなに立派な学者がいても、自然がそうなってなければ、その理論は捨てられるっていうことと一緒で、結局ね、本当のね、現実とね、合ってるかどうかってことなんですよね、このね。の仮説がですね。で、そういうのもね、証明しておこうということと。あとは、これもね、もうね、だいぶ説明して、もう今までので組み合わせれば分かっちゃうんですけどね。関係主義とかね、いうのはね、これは結局物事をですね、さっき、もう結構前ですけど言いましたよね。濃度と濃度みたいにね、点と点をね、結んでね、線とかね、網目みたいになって、知識とか知恵っていうのがなってると。それが体系化になってくるんですけどね、体系化していく。細かい、個々の知識を、全部網目のように組み合わせる。結局この分解と合成の状態のところでは、合成していくときには物と物の関係性をですね、考察して、それをくっつけて、あ、これはここに行くな、これはここに行くなと、それで全体を構成するわけですから、結局物事っていうのはね、関係性で成り立っていると。ある知識だけとか、あるものだけがね、独立してるんじゃなくて、違うことと関係しておるわけですから、結局それを分解すればね、一個一個の要素に行くんですよね。それで合成すれば、その網みたいに関係していくと。そういうね、物事の捉え方でね、考えていくということで、全体はね、それが関係づけられて、全部、個々の要素が全て、綺麗に、並んでいくのが体系化ですからね。うん。だから、そういう風になっていて。それで構造主義っていうのは、もうこれもね、いて、さっき言ったような、その構造ですよね。関係させていったら、結局こう構造になっていくということで、その全体の体系、構造。で、物事を見たときにね、普通ね、やっぱりね、一個一個のね、知識に対して、ね、反応しすぎちゃう。そういうことに訓練したいの。だけれども、結局はね、物をいっぱい、知識いっぱい集める。資料、データを集める。で、アナライズする。分析する。そしたら何を分析するかって言ったら、結局ね、構造を理解していくわけです。ある資料とある資料の関係性とか、ある資料に書いてあること、これの関係、何が、結局関係、その構造、それを理解するんですよね。だからね、物っていうのは一個だけのあれじゃなくて、大量に集めることによってね、その全体で、ね、それを俯瞰してみたときに、その中でどういう構造を取ってるのかとか、どういう関係性があるのか、それをね、分析して、で、そういうことというのが、ストラクチャーですよね、関係。要するに構造物みたいなね、建築物みたいなことですね。だから結局、小さい部品がですね、くっついて全体ができているという。で、そのくっつけ方がそのリレーションですよね。関係性ですね。ということで、そういうふうに見ていくとですね、最終的にはですね、経譜学、まあこれ中国語で書いてあるから逆なんですけども、不経学、経譜学、ジェネアロジー、これはね、結局ね、関係主義、関係性なんです。構造なんです。その、言ってれば、ある言葉ではこうだった。それがどんどん、ゲルマン語ではこういうふうに変化した、ギリシャ語はこう変化した、ラテン語ではこう変化したとかですね、もっと先祖の状態から一つ一つ分かれていったときにそれぞれが変わっていくとかね、そういったのと結局これ構造なんです。そういうね、言語で言えばそうだし、あと学問で言えばそのある人の、結局ね、これ有名な人しか挙げてこなかったけども、本当にね、めちゃくちゃ細かく、私の興味あるから、もう超マニアックって言いますか、レアなね、哲学者の中の全部ね、調べてみますとね、もう、やっぱり学問とかそういうものっていうのは相当これはね、やっぱり思ったんですよ。
すごくね、やっぱりこれは師弟関係っていうのがすごい強いと、特に昔は。なんでかと言いますと、その本を読んで、そのすごい高度な類推、こういったね、論証や類推をできる、あの思考をできるっていうのはね、相当これ特殊だと。そういうことが世界があるってこと自体がですね、そういう人に会わなければ、分からないぐらいですからね、すごい特殊だと、という伝統だということです。ですからね、師匠が弟子にやっぱり伝われていくということで、もしくはこういったものっていうのは、あの本ね、先ほど言いましたよね、あの本で残るから、結構50年経った後に昔師匠がこんなの書いてて、それに触発されて、そこからまた研究が進んだとかね、そういった必ずね、関係性というかね、その何かの思考があったら、先人が考えたことに対してまたそれに対して応答する、このクエスチョンに対してレスポンスするみたいなね、そういうことで学問がなってるから、結局ね、あの師弟関係とかね、そういった一個の、それと面白いことは音楽においてもね、近代の例えばバイオリニストやピアニストなんかもそうですけどね、面白いことにびっくりしたの、昔はね、今みたいにピコピコってインターネットでですね、情報を集められないんですよ。だからね、楽譜を一個ね、見つけてくるとかね、レパートリーとかもね、ものすごくね、師匠とね、共通性があるということ。全然師匠と違うことをやり出すっていうのはなかなかないぐらいね、やっぱりね、それはと、今の人から考えれば、やっぱり昔の人というのは、やっぱり、人との関わり合いの範囲っていうのは、やっぱりインターネットとかもないし、なかなか、それでもすごかったんですけどね、昔の人はね、いっぱい、その分、足で稼いだというかあれですけれども、それでもやっぱり人と人との関係の中で学問っていうのは、全部学問とかこういう芸術もそうですけども、全部ね、人と人の関係で伝わってくるものなんですよ。結局こういった思考だけがなんか抽象的にあるんじゃないんです。人間の頭の中にそうデバイスがね、中にあるわけです。ちゃんとね、装填されてる、そういう考えが。だからね、すごいね、人間関係をね、分析していくとね、すごく学問のその流れとかあれもそうだし、あと社会の構造とかね、それも全部ね、やっぱり関係性、昔の前にあったもの、言語もそうでしたね。そうだった。それで言語の前だと、さっきずっと我々やってきました、分析して、エティモロジーっていう、この語源学、中国語だと語っていう言葉っていうのは使う、これも日本語でも言葉って読みますけどね、言葉の源をですね、調べるんですよね。そういうことになるし、だからこういうね、探求する方法、メソドロジー、これはギリシャ語でやっぱり方法という、英語でマナーとかね、そういう意味ですけどね、方向、方法、それをですね、系譜だと言ってたということでですね、最後にこっちに行って、これも説明されるわけです、最終的にですね。ということでね、結局ね、今ずっと話してきたようなことがですね、私の頭の中でよく考えると、こうもうたまたま今は物理学者を出しに至るまで物理学の歴史をめちゃくちゃダイジェストですやで、今ここに書いてある名前だけじゃない、本当は違うんですけど、いっぱいいるんですけども、ざっくりすぎましたけども、見ながらそこの一つ一つで何が起きたのかということをですね、やってきましたけども、全部それをまとめてみますと、結局は人間は何て言いますかね、探求をしようとした時にはですね、その方法論があるわけですけどもね、そうすると結局は大量、もうここに書いたことに尽きるんですけどね、ここに大量にデータが集めなきゃ来た方がね、有利だと。これでそれを分析をする、それでこうなってんじゃないかってことを考える、それでもっとはっきりさせていく、論証していくと。でここでダメだったら、仮説がダメだったら、もう一回ね、戻るんですね、資料に、資料のところを分析とか、ここにですね、もっと資料が足りないのか、もしくは分析が足りないのか、戻る。で、あ、いけそうだって言ったら、論証して、みんなに発表すると。そういうね、仕組みだと、基本的になってるということでですね、私がずっと哲学とか、言語学とか、科学とか、歴史とか、あとは中華文化に関してもそうでしたし、交渉学側もそうでしたし、もうどんな学問においてもですね、基本的に人間はこういうことで考えるんじゃないかということでですね、パラパラと見れてくれたんじゃないかと。アリストテレスの原点も見ましたしね、この一個一個の言葉を見た時もこういうふうに分析して、まあ頭の中にあるようなことを書き出してきましたしね、でこういった原点も見ましたし、それでちょっとね、面白いのがね、最後にあるんですけどね、これがね、そのユークリッドがね、
書いたその本がずっとですね、本というものがどういうふうに伝わったのかということで、それで結局ギリシャの原点もあるし、これピタゴラスの定理をね、ちょうど証明している部分なんですけどね、これ有名な図があります。これはね、あのアルトゥーシーというね、もうこれも天才的なね学者がいてね、あれはペリシャの人だったかな、まああのアラビア科学とかイスラム哲学とか天文学もやりましたじゃあ哲学もやりましたけども、がやったね、こういったアラビア人もこうやってって面白いんですね。昔の本っていうのはこう書いてあったらね、注釈とかをね外に書くんですね。これもそうですよね、同じシステムになってます。それでここに書いて、基本的にはこういった本のね作り方自体もね、学問のスタイルをね反映しててね、ここに注釈書いて、あ同じだということも言えるしね。それでこれがね、私がじゃあ見てきた人間の思考様式をねやったオルガノンの中の一番大事なこの、 あの分析論後書、あ失礼しました、前書プリオラのアリストテレスの、こういうふうにやって、やっぱりねここにね注釈、このホームページはね綺麗なんですけどね、注釈はね結構書いてあることもあったりして、ね、こうなって痛いとかですね、これでちゃんと書いてあるんですね。こういうふうに伝わってきたし、これがオックスフォードのマートンカレッジの計算カルキュレーターのですね、この言葉から来たという、やっぱりこういうふうにね書いて計算して、ああ中世の人もこうやって幾何学的にものをですね、文章で書いてあることもですね、ダイアグラムですね、これも大事なんですよ、すごくね、ダイアグラム、これもね書いてあるね、ダイアグラム、図示してですねものを考える、全てね、こういうね思考スタイル、私もこれね結構ね好きなんです、思考スタイル。やっぱ物をね見た時には、構造を見た時にはね、言葉だけだとねもういっぱいいっぱいいっぱいって言葉になってきてしまうから、やっぱりねこういった図で書いていくとね、すごいね頭の中整理がつくということでね、昔の人もああやってたんだなっていうことで見えるし、でこれがニュートンのね有名な運動のね公理ね書いたんで、これがこれね公理ありましたね、先ほどね、これ。で、動く、法則。だから物体が動く法則のね、あれですよ。公理ですよ。ということでね、有名な第一法則、第二法則書いてあります。そこから全部をね、導き出したと。これは1686年ぐらいかと、ニュートンやったし。それで、これだって今度は先ほど言ったね、人工言語って言いましたけど、この私ね、この本に興味持っちゃったのはね、いきなりね、1たす1がですね、なんで2になるんだと。まあね、そういうね、結局、私の発想ではね、結局、なんでなんだということでね、どん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 いきましてね、これで1たす1がなんで2なのかっていうね、興味持っちゃってね、しょうがないと。これ読んで、そうするとずっといろんな定義をしてね、いっぱい定義して、いろんなね、でずっと定理をこうやってね、これも最適にはもう強烈なのはね、全部ね、論理記号のね、操作においてね、全部ね、変形してね。まあ、言ってみれば、数学で言えば、あれですよね。結局、式変形をしてね、どん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 、変えるわけですよね。それでやっていくとね、もう全部記号論理学って言ってね、もう記号でね、全部ね、やつ最後はね、1たす1がですね、2であることがね、あ、こうやって証明されるんだっていうまでね、379ページを使ってるというね。やっぱりね、普通の人はねやらないけども、100万人してるぐらいですね、こういうねことにね興味持ってね、なんでなんだっていうね、ここまでいっちゃうとやっぱり特殊ですけれども、いいんじゃないかということで探求をしたわけです。彼らはもう数学の構造で、この先はもういろんな、ことをやって、ブルバギっていうね人たちはね、もうもうね、これをさらにね全部やっちゃうと、スペクトル論とかやってね、もう微分方程式とね、積分方程式がなんでこうなってんだとかね、全部それでやろうとしたというね、連中も出てきましたしね、そういうね、ことで面白いし、で、ディラック。で、この彼の場合はね、もうね、もうアイディアがね、結局、方程式のね、美しさをね、求めてね、それで結局そういうふうに考えて、行った人でね、結構好きなんですよね、とかね、結構こういったね、昔の人がやったね、生のね、資料をですね、見ながらね、結構面白いんですね。これはディラック方程式をね、導く論文ですけどね。それで、これは設問開示の場合は、これは、ユークリッドと同じようにですね、こういった部首をですね、漢字のね、これ転生でやってますけどね、我々の漢和辞典もみんなこれから来てるわけですけどもね、この8でね、これは楷書でここに書いてますけどね、
半分の半とか口とかで、これ天正焦点ですけど、これ全部部首で、ね、この、目録を立てて、全部これで漢字を全て説明してやろうということでですね、まあ、すごい体系化のやり方したなということとかね。で、これが注釈を加えることによってね、要するに学問したというね、一つの例でもありますね。これ、説問開示中、弾玉祭、有名な考証学者がやりましたと。で、これ、さっきの説問開示の1の部分に、これが説問開示の書いてある、文章を返して、僕、ここ、注釈、これちっちゃい半分のね、甲冑って言うんですね。割る中って書くんですよね。半分にやっぱり割ってますよね。1行をね。これ小さい文字で、全部これ注釈、これ初めに出しても、これだけ、これだけの、これ全部注釈書いてるんですよ。というわけでね、これの注釈の書き方が面白いことに、やっぱり先ほど申し上げたように、前の人たちの使い方、言葉の使い方を全部ですね、ここに関係するものを全部集めてきて、ここに詰め込んであるんですよ。で、こうじゃないか、ああじゃないかってことを分析して。だから結局この学問スタイルは結局ね、西洋のものと中国の学者もね、結局同じなんですよね。人間面白い。これは本当に古今東西ですね、同じ風にやってたんだなって思ったりとかですね。で、これなんかはその古演武ですね、古演武がやった古いですね、音をですね、どうやんだっていうのをね、司教というね、韻を踏んだ文章でね、分解してこうどうなってんだってそれを説明してるんですけどね、たりとかね。で、これなんかは強烈なのはね、全部ね、天正で書いちゃったっていう、中央。で、全部焦点で書いたんですけどね。で、まあ、それはさておいて、彼はですね、小書、これ中国でものすごい儒教の文化で、華経の中でも暗記させられて、ものすごい権威のある、日本でも元号なんかみんなこれから取りましたよね。平成なんかも元号もこの本から取りました。だけどね、この本は実はね、偽作された本なんじゃないかということを証明するためにね、生涯の大半をね、2、30年かけてね、もういろんな証拠を集めてね、まあ内的にその本の中でね、使われている言葉の使われ方とかね、いろんなね、証拠をね、集めてきてね、それで論証するというようなことをやったんですけどね。で、全部、これ強烈、びっくりしちゃったのは全部転生で書いちゃったと。解消じゃないということなんですけども。まあそれはさておいてですね、こういったですね、学問的な著作においてこういったものを私は生のねものをね見て、教科書に書いてあるようなことっていうのは結局ねもうね洗練されすぎちゃってね、本当に最初にやった人たちがねどういう発想でねこういったね学問をやったのか、それはね全部ね消されちゃってるんですよ。結局結論だけはね書いてある教科書には、私はねつまんないと。それはね本当にねミニマムとしてはいいかもしれません。その中のね、学問とか、知識としては。だけどね、私が本当に大事にしてるのは、こういうね、原点。で、本がそもそもね、この校訂本だけじゃなくて、こういった元の写本の状態ですよね。これだけ見るだけでもね、ああ、当時の人はこうやって、学問やってたんだってね、すごいね、いろんなね、思いもよらないところに、なんて言いますかね。真実が隠されているというかね、そういうことでね、私はねこういうものを大事にしてね、全てね全部集めてくるんですよ。その分野においての一番最高のもの、それとあと皆さんに感じるのはね、この最高のですね、その分野においてですね、著作をね見た方がいいんですよ。結局ね、ものすごい数のね、もう人間が生きてるね、時間がね、短いぐらいね、ものすごい数のボリュームのありますからね、全部なんて見てられないと言った時にはね、もうめちゃくちゃすごいね、業績というか、もう新しい、業績というのは、私言ってるのは、新しいね、何かを見つけちゃった人たちのね、その原点のね、そういう論文とかね、著作なんかをね、見ますとね、本当にね、それはね、益することが大きいと、ものすごいいろんなことをですね、学ぶことができると。いうことでですね、こういった興味ですね。だから、ケープスコラ、これからもね、我々は思ってることはね、こういうことなんです。全部まとめてみますとね、もう皆さんにも今まで力説してまいりましたんで、お分かりかと思いますけれどもね、もうね、まとめてみますと、こういった本当の原点を、原文なりね、分析、
あとはこういった本当の原点を皆様と共有しながらですね、この人たちがどういう思考で考えたのかって、その部分をねちょっとねこれからもやっていきたいし、私自身もそれが興味があって生きてきたみたいなものですから、今後ともねやってまいりたいと思っております。なんかもう今回はですね、もうケープスクローが始まるということで、もうめちゃくちゃ張り切りすぎましてね、もうねもう2、3時間ぐらい、どんぐらい喋った、3時間以上喋っちゃいましたけどね、まあ私最長でね8時間ぐらい喋り続けることありますからね、まだねまだまだいけるんですけどね、もうこの辺りで締めたいと思います。もう多分すべて言いたいことは言い尽くせたんじゃないかなって、あとは個々のことはこれから一つ一つのことを見てまいってですね、皆様とシェア、この探究の喜び、今回は探究の探究についてやりましたけどもね、本当にこれからもこういったことをやってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にもう長い時間ありがとうございました。